新蘭、吉川栄治、古いもの新しいもの。1、半円が山へ戻ってきた英山の人々の間に、それは大きな衝動であった。彼らの頭には、半円という人物が、いつの間にか、大きな存在になっていた。自分たちに利害があるないにかかわらず、半円の動きが絶えず気がかりであった。それというのも、この山の人々の頭には、10歳に満たない少年層であった時から、受解登壇を許されて、 その後も、運を抜いて学識を磨いてきた半円というものが、近頃になって、なんとなく、自分たちの脅威に感じられてきたからであった。一条院が帰参したというが、いつ頃じゃ。もう、10日ほど前にもなろう、例の生前坊は、それよりも、ずっと前に戻っていたが、藩炎の姿が見えたは、ついこの頃らしい。ちょうど、3年ぶりかの。捜査。半円が下山たのは、先一昨年の冬だったから。 だだいぶ修行も積んだであろうなあに、ならは目のとだ、若い半円が何を修行してきたか分かるものか。それは、奇想たちのことだ。半円が、恐ろしい信念で勉学しているということはいつか山へ来た宇治の客層からも聞いたし、麓でも、だいぶ噂が高い一人が、口を、極めて、半円の学祭と、その後の真摯な態度を褒めたたえると、大胆なものの常として、軽い筆頭をたたえた顔が、ちょっとしらけて見えた。 その繁栄が明日から横川のカムロ谷で講義を開くということだがと思い出したように言うとそうそう少子官と往生要衆を講義するそうだがまだ223の若年者が山の大徳や関学を前においてどんなことをしゃべるか聞き者だて関学たちも意地が悪いぜひにと混合しておいて実は上げ足を取って突っ込もうという腹じゃないかなそうかもしれんいや そうなると面白いが、我ミンの耳元へ金を突かれたように、人々は半円を嫉妬した。カムロ谷には、その翌日、一山の人々がかかとをついで、ぞろぞろと群れてきた。行動は、立水の余地もなく、人で参った。若い学僧が、無論大部分であったが、中には、一員の主も、一方のお僧も見えて、白い眉毛をしかめていた。やがて、講談のむしろに、一人の青年が、包囲をさばいて座った。 色の青白い肩の尖った姿を、人々はふと見違えて、ほっ、あれが肺炎か、と、その代わりように思わず、目を見張った。痩せた脳。目ばかりが鋭いではないか。病気でもしたと見える。長座の人々の間に、そんなささやきがこそこそ流れた。しかし、半円の唇だけは、誰よりも赤かった。そして一礼すると、その唇を開いて、おもむろに少子観を抗議していった。 その日の半円の講義は、あくまで半円自身の苦悩から生まれた独自の新解釈の信念に基づいたものであって、従来の方にばかりとらわれた仏法のための仏法であったり、学問のための学問であったりするものとは、大いに趣が変わっていた。従って、今までの石学や、大徳の説いた教えに養われてきた人々には、耳慣れない半円の講義が、いちいち異端者の声のように聞こえてならなかったし、新しい学説をとって、若い半円の言学だと思うものが多かった。ふん。 という態度なのである中には明らかに反感を示して若い者が少し遊学でもしてくるとあれだから困るのじゃよとあざけり無用に言う長老もあったただ終始熱心に聞いていたのはケンサ死亡望一人であったケンサ死亡は少年院の自演総場から今日の講義の守備を案じて麓からわざわざ様子を見に起こしたそうであるそれともう一人 どこの房に漱石を置いているのか分からないが、恐ろしい、べ骨なたくましい太鼓を持った法師が、最も前の方に座り込んで、睨むような目指しで、半円の講義が終わるまで身動きもせずに聞き入っていたのが目立っていた。長い日も暮れて、カムロ谷の行動にも、霧のようなものが流れ込んできた。行動の三方から、壁のように見える山のひだには、黄昏の陰影が、紫板で日は薄づきかけている。半円は、およそ半日にわたる講義を閉じて、 短い一日では、到底、少子間の真髄まで、お話はできかねる。今日は、法務むを閉じて、また明日極めたいと思います、礼をして、段を降りた。大勢の中には、彼の新しい会議に共鳴した者も,も何人かあったと見えて、半円ごぼう夜に入っても、苦しゅうない。願わくは、少子間の結論まで、講じていただきたいが、というものもあるし、また、今日のお説は、 我らが今まで聴聞いたしてきた尖閣の解釈とは,は、甚はだ異なっている。我々後輩の者は、従来の説を信じていいか、ごぼうの学説によっていいか、迷わざるを得ませんと訴える人々もあるし、学問には、長老や尖閣にも、遠慮はいらぬはずだ。どうか、もっと話してもらいたい。同宗たち、明かりをつけろ。立ち騒ぐ者もあったが、半円は、もう席を去って、いかにも疲れたような面持ちを。 夕方の山陰に向けながら、園に立って、呼吸をしていた。すると、そこへもまた、若い学徒がすぐ行って、彼を取り巻きながら、今日のご講義のうちに、ちとふに落ちないところがあるのですが、とか、あそこのお言葉はいかなる意味か、とくと、もう一度、ご説明を願いたいとか言って、容易に、彼を離さなかった。席を改めて、半円は、その人々の質疑へ、いちいち流れるような回答を与えていたが、そのうちに、 互いいのの顔が見えないほど、行動のうちはととっっぷりと暮れてしまった。3。生前坊が迎えに来ていた。お日様、ま、あまり遅くならぬうちそばへ寄って促した。それを機に、機に、は定本では、キーに、半円は人々の群れを抜けて行動の外へ出た。夜の大気が、ひんやりと、山の威厳を感じさせる。お待ちくださいませ生前坊は、松明をともして、彼の歩む先へ立って、明かりをかざした。松明は、穂よりも多く。 炭のような煙を吐いてゆく。明滅する山の道は、浮き上がって目に迫ってきたり、目から消えて谷のように暗くなったりする。外道にかかります、なるべく、左の方へ寄ってお歩きなさいませ、そう注意しながら、お日様と、生前房は改まっていった。今日のご講義は、私がよそながら、聞いておりましても、胸の踊るほど、ありがたい養子へと存じましたが、そこらでささやく声のうちには、とかくそめみや、反感も多かったようでございます。 やはり、あまり心情によっしゃっしゃるのは、かえって、ご一心のおために良くないのではないかと案じられてなりませんが、心情に言うて悪いとすると、自分の信念は語れぬことになる。里に入っては、里に従えと申します。やはり、永山には、永山の伝統もあり、ここの奉仕たちの気風だの、楽風だのというものもございますから。それに順応性というのか。ご気象には背きましょうが、ここの人々の気に入るようなことを解いて、 それをもってたれりとするくらいなら、半円は、何をか今日うまで、この苦しみをしようか。たとえ、獅子、迫害、敗撃、あらゆるものが、この一心に集まろうとも、半円が行動に立つからには、御仏を、欺まんの衣に包むような豪は、できぬいつにない強い動きであった。生前坊は、その当然なことを知っているだけに、後の言葉が出なかった。右手の闇の下には、横川の流れが、堂々と、闇の底になっていた。 松明の火が時々ホタルみたいな粉になって谷へ飛んだ。外道が切れるとやや広い平地へ出た。一条院までにはもう一つの峰を巡らなければならない。しかしそこに立つとはるかに京都の火がちらちらと見え、朝葱色の星空が開けて足元はずっと明るくなった。待てっ突然草むらの中から誰か騒動どなったものがある。半円の目にも生前棒の目にも。 明らかに黒い人影が5つ6つそこらから踊り出したのが見えた。バレダス生前坊は本能的に肺炎の身をかばった。バラバラと集まってきた5、6人の奉仕たちは確かに昼間、行動の聴衆の中にいたものに違いなかった。棒のようなものを引っさげているのもあるし、剣を掴んでいるものもあった。違反したもの目、と1人が言うのである。そして一斉に、弱敗のくせにして、 異説を唱える不届きな繁栄は、この山には置けぬ、山を下りるか、ここで、自分の学説は余りであること、仏陀に誓うか、返答をせいと、いたけだかに、脅すのであった。4. 眉の毛も動かさず、相手の顔を静止していた半円は、唇で微笑した。私の学説は、私の学説であって、それを取ると取らぬとは聞く人の心心にあることです。いかなる仰せがあろうとも、 学徒が信念する事故の説を曲げたり変えたりすることはできませぬ静かに言う言葉が、かえって相手の怒り切っている感情を煽り立て。よし、それでは、永山からされ、さらねば、つまみ出すぞ、と、奉仕たちは、袖を肩へ託し上げた。半円の足は、力生えているように動じなかった。なんで、私に山を去れとおっしゃっしゃるのか、私には、お山を追われる覚えはない。貴様が、今日行動で喋ったことは、すべて、 仏法を冒涜するものだそれを指摘してください。いちいち言うまでもないことだ。汝の精神に聞け。汝は、仏弟子でありながら、仏陀を心から信仰しているのではあるまい。そうです。私は、仏陀を偶像的に拝みたくありません。仏陀も、我らと等しい人間であり、我らの煩悩を持ち、我らと共に生きつつある凡人として礼拝したいのであります。そういう気持ちから、今日の講義のうちには、多少、 偶像として仏陀にひざまずいているあなた方には、少し耳慣れない源氏があったかもしれませんが、それも私の信念でありますから、にわかに、その考え方をまぎろのかいろのおっし,ゃっしゃられてもどうすることもできません。半円の言葉が終わるか終わらないうちに、一人の奉仕が固めていた拳が、不意に、彼の肩先を激しく突き飛ばして、この青二歳目、仏陀も人間も一緒に考えておる。懲らしめてやれ。思い知れ、仏罰を続いて、また、 一人のものの振り込んだ棒が半円の腰骨を強たかに打った。生前棒は、すでに、暴力になった途端に、二人の奉仕を相手に取っ組んでいた。ここの山奉仕には、宗兵という別名さえあるほどで、武力においては、常に侍に劣らない訓練をしているのであるから、生前棒といえども、そのうちの二人を相手に格闘することは容易でなかった。ましてや、半円には、力ではどうするすべもなかった。 生前棒があちらで格闘しながら、しきりに逃げろ逃げろと叫んでいるようであったが、半円は逃げなかった。四人の荒法師は、そこへ座ってしまった半円に向かって、足を上げて蹴ったり、棒を振るって打ち据えたりしながら、生意気だ。仏陀に対して不敬なやつ。片輪にしてやれと口々に罵って、半殺しの目に合わせなければやまぬような勢いだった。すると、最前から、彼方の草の中に、 腕組みをしながらの反りと立っていた大男があって、もう見るに絶えないと思ったか、大きな皮巻きの太刀を横につかみながら、半円の方へかけてきた。5、その奉仕武者は、昼間、半円が、行道で少子間を抗議している長い間を、法務城の一番前に座って、終始じっと居眠っている者の,のようにうつむいて聞いていた、この山に見慣れない四十前後のあの男なのであった。かけてきて、狼藉者と叱りつけた。声に、ただならぬ底力があって、 鉄のような拳を振り上げると、法の大山において暴力を働く者こそ、不俗だ、物敵だ、早く、消え伏せぬと、太遊坊革命が、太遊坊革命が、は定本では、太遊坊革命がが、ただは置かぬぞ、と、一人の横顔を、法の砕けるほど打った。殴られた法師は、わっと顔を抱えて、崖の角を踏み外した。他の者たちは、己、永山の者とも見えぬが、どこの古事記法師だ。 よくも、砲還を打ったな、ガチや棒切れが、こぞって、彼の一心へ、暴風のようにわめきかかってきた。自分から、太夫棒革命と名乗ったその男は、面倒と思ったか、腰に横たえている陣刀のような大太刀を抜いて、虫けらめ。なんと、登山いたっぴゅんと、歯の峰が鳴って、一人の奉仕の首筋を打った。跳ね飛ばされた棒切れは、宙に飛んで、二、三人が、左右へもんどり打って散らかった。かなわぬと思ったのであろう。 奉仕たちは、何か犬のように吠えかわしながら、尾を巻いて逃げてしまった。生前坊と組み合っていた者も、仲間の者がひるみ立って逃げ出すと、もう、勇気も失せて、彼を捨てて、一番後から、鹿のように、影を消してしまった。どなたか存じませぬが、生前坊は、荒い息を語るついて、危ういところを、ありがとうございまする。どこも、おけがはなさらぬか。肺半円も頭を下げて、心から霊を述べた。 そして、星明かりに、自分よりも背の優れて高いたくましい大奉仕の姿を見上げながら、どこかで見たように思った。大夫坊革命は、辺りの草むらや木陰を、なお入念に見回しながら、豆この房の者か、卑怯な奉仕やからじゃ、学問の上のことは、当然、学問をもって反爆するがよいに、公の行動では論議せずに、暴力をもって、土壌に、藩園殿を要して、無法な真似をいたすとは、ブッの風上にも置けぬくせ者、まだ、 どんな、卑怯な振る舞いをせぬとも限らぬ、一条院まで、お送りして死んぜよう。そう言って、彼は先に歩み出した。その足踏みや、物腰には、どこか武人らしい力があって、恐れ入りますると言いつつも、半円は、心強い気がして、彼の行為に甘えて、後ろについていった。それにしても、太遊坊革命などという名は、この英山でも、何とでも聞いたことがない、一体、この人物は何者なのだろうかと考えていた。 6やがて、無動寺の一条院へたどり着いた。その間に、多遊坊革命と生前坊とは、半円を先に立てて、かなり親しく話していたが、一条院まで来ると、どうぞ、幾日でもお泊まりください。死の房も、あのように無口なお方ではございますが、決して、お気兼ねなさるようなお人ではございません。生前坊は、しきりと革命を引き止めていた。革命も、元よりどこへ泊まるというあてもないのであって、勧められたことは、 幸いであったらしい。それではと、わらじの糸口を解き、半円へも断って、奥へ通った。師弟は、まだ食事を済ましていないし、革命も空腹らしかった。生前坊は、炉のある大きな部屋に焚き木を抱えていって、お客人には、失礼じゃが、帰ってここが親しかろう。どうぞロベリへ、と席を進めた。半円も、やがてそこへ来て、師弟も客も一つ座になって、通いをすり合った。各名は 打ち解けたもてなしにすっかり喜んで、家の中に眠るのは久しぶりでおざる。夕べは、塔の淵に、おとといは、ふもとの辻堂に、毎夜冷たい床にばかり眠っていたが、おかげで、今夜は人心地がついたと言った。半円は苦笑して、あなたも、何か迷うているお人と見える。私も、時々、この山から迷い出すのです。いやと、革命は、無骨に手を振って、ごぼうの迷いと、 拙者の迷いとは、だいぶ隔離がある。我らごとき武編者は、まだまだ迷いなどというのもおこがましい。ただ、あまりに血にあいてすさんだ心の休み状を探しているにすぎないので。武編者と仰せられたが、その、あなたのご本名は何と言われるか、お差し支えなくばお聞かせください。お恥ずかしいことだ革命は、偶然としながら、ほたびのすすで真っ黒になった天井を見上げた。そして、今は、それも、全身の仮の名にすぎぬが。 実は、拙者は、海の信濃森行親の子です。え、思わず、藩炎は目を見張った。では、漢学院の文章博士であり、また、クロ労働の職にあった海の道広殿は、あなたでしたかいかにもその道広です。木曽殿の旗揚げに組みして、大いに志を述べようとしたものですが、吉中公は、時代の破壊者としては、鋭敏な人でしたが、新しい時代の建設者ではなかったのです。ことすべて志と違って、 ご承知のような滅亡を遂げました拙者も、男児の事業はすでに終わったと考えて、一時は至難としましたが、どういうものか、最後の戦いにまで生き残って、はや、世俗の間に用事のない、この一心を、かように持て余しているわけでござる自重するように、多勇坊革命は、そう言って笑った。7、路遍の夜が足りは尽きない。革命は、昼間、藩園の抗議を聞いたときから、これは凡そうでないと、深く心をとらわれていたが、 さらに一夜を語り明かしてから、この人こそ、虚無とふんと暗黒の巷に迷う現世界の証となる大尖閣ではなかろうかという気がした。で、あくる日改めて、革命は、半円の前に出た。お願いがござるが、半円は、柔らかい目指しを向ける。この処女のような瞳のどこに、昨日行動で吐いたような大胆な、そして強い信念が隠されているのかと、革命は怪しくさえ思う。拙者を、今日から、 お弟子の端に加えていただきたいのですが、弟子に、されば、革命は力を込めていった。今日までの自分というものは、昨夜も申し上げた通り、武変の敗亡者であり、生きる信念を欠いた事故の持て余したものでありましたが、もう一度、人間として真に生き直ってみたいのでござる。お聞き届けくださらば、革命は、今日をもって、誕生の一切と思い、推しの機微について、外岸の道へ歩みたいと存ずるのでござる。あなたは、すでに、 漢学院の文章博士とし学識も世事の体験も、この繁園よりは、はるかに積まれている先輩です。私が恐れるのは、その学問です。あなた、今までの全てを、学問も知恵も武力も、一切金繰り捨てて、まこと今日誕生した一切の英字となることができますかの。できる。できるつもりです。それをお誓いあるならば、不詳ですが、繁園は、一切のあなたよりは、 何歳かの頂上ですから、お導きいたしてもよいが。どうぞ、お願いいたします革命は誓った。かつて、木曽義仲に組みして、矢を向けた時の平家糸の返還に、清盛は、平家のごみ、武家の草稿なり、と罵倒して気を吐いた階段時革命も、そうして、次の日からは、半層半族の姿を捨てて、誕生一切の仏兎と,となり、生前坊に対しても、兄弟子と、読んで、貸しづくみになった。革命一人ではない。 時世は源の頼朝の格々たる偉業を迎えながら、一方には、その成功者以上の敗北者を社会から追い出していた。壇ノ浦を墓場とした平家の一族文様もそうである。それを討つに先駆した基礎の老働も没落し、また、あの華やかな訓功を持った義経すらが、また、たくまに、威渕の人々と共に消滅されて、社会の票から、その影を失ってしまった。だが、滅びた者、必ずしも死者ではない。 生きとし生ける者の簡の易として、生きえる限りは、どこかに生きようとしているのである。平家の残党、木曽の残党、義経の残党、その一門系類は、ことごとく、世間に姿は消していても、どこかで呼吸し、何かのようで、公正にもがいている。多遊亡革命も、そういう中の一人なのである。8、新しい力が起ころうとするときには、必ず古い者の,の力がこぞって、それを誹謗してくる。 半円の抗議を聞いたか、人山の者の目は彼の声にその新しい力を感じて不安に駆られた。どんなことを言うのか。まあ、一度言ってみろ、カムロ谷の行動は一日ごとに大衆で埋まった。ホームシロに座れない人々は行動の淵だの窓の外に立って彼の声だけを聞いていた。彼の抗議が熱を帯びるほど大衆も熱し、そして内心深く考え直して衆打たれているものと半円に対してあくまでも。 闘争的に反感を抱いている者とがはっきりと分かれていた。無論、彼に帰えする者よりは、彼を失死し、彼を憎悪する者の,の方がはるかに多い。その険悪な大勢の顔からは、殺気が立ち上っていて、抗議の要点に進むと、邪説、邪説と、怒鳴ったり、木をてらうなとやじったりして、時には立って公団へ迫ろうとするような乱暴者があったりした。そして、肺炎の帰りはいつも白悟になるので、 生前坊は死の一心を案じてどうか早くご講義を切り上げてくださるようにと頼むように言った半円はうなずいたがやがて少子間の講義が終わるとすぐ続いて往生要衆の会を新しく始めた困ったことだ生前坊は大不服である講義が大事かお体が大事かそれくらいなことはお分かりと存じますに毎日危険を冒してまで神ムロ谷へお出かけになるのはいかがと存じます ことに、人山の大部分のものは、火に増して、死の房を足ざまに沙汰するのみか、伝業依頼の法文を、自分一個の見解で踏みにじる学費だとさえ罵っているではございませんか。この上抗議をお続けになることは、火に油を注いで、自ら炎に苦しむようなものだと、私は思いますが、口を極めて苦感するのであった。けれど半炎は、初めの約束もあるからというのみで、彼を叱って切腹しようともしない代わりに、思い止まって、公儀をやめる様子もない。 ただ、この際、生前坊にとって心強いことは、新しく弟子となった多遊坊革命が、半円の身を守ることは、自分の使命であるかのように、半円のそばについて、見張っていてくれることであった。そのためか、往生要衆の会も、無事に済んで、半円は、翌年の夏までを、一条院の奥に送っていたが、やがて、秋の静かな教音を聞くと、興福寺へ行ってまいると、生前坊も革命も連れずに、ただ一人で、雲の懐を降りて、奈良へ行った。 彼の念願は、幸福寺の胸像のうちにあった。許しを受けて、その大蔵の暗闇に入った半円は、日の水、月も仰がず、一穂の友とをそばに置いて、大部な一切経に目を晒し始めたのである。普通の人間の勢力では、五年かかっても、到底読み尽くせないと言われている一切経を、半円は五か月ばかりで読破してしまった。おそらく目で読んだのではあるまい、心で読んだのだ。そして充血して赤くただれた目と、日に当たらないために、 牢のように青白くなった顔を持って、大蔵の闇から、彼がこの世へ出てきたときには、世は、小枯らしの不吉サブ研究七年の真冬になっていた。開ページ、女人編、フースイル1、暗黒の大蔵の中から、光の中へ、何者かを自分は掴んで出たと信じた。5ヶ月ぶりで、一切鏡の中から世間へ出たときの繁炎の喜びは、大きな知識と護元に満たされて、肋骨の膨らむほどであった。 もう何者にも迷うまい彼は、信念した。もう何者にもくじけまい、彼は足を踏みしめた。そして心ひそかに、我この世を救わん。の釈尊の信願いをもって、自分の信願いとし、雪の日へ三度目に登ったのである。仏祖釈迦如来は、大護の目を開いて雪山を降りたという。彼は、新しい知識に心を固めて、伝統の法上へ誘約して登って行く。どのくらいな信力と、 体力のあるものか、藩炎は、不死身のように死ななかった。骨と皮ばかりになって、しかも、麓への道さえ採さ,さ,された雪の日に、藩炎じゃ、今帰ったと、一条院の玄関へ不意に立った彼の姿を迎えて、革命も生前亡も、あ、っ、と驚いたほどであった。休養というような日は、それからも、藩炎には一日もなかった。恐ろしい混合心である、彼は、その冬を、ゴン教の研究の中に没頭して、 革命や生前坊と、路辺に手をかざして話にふけることすらない。そうした繁栄の日々の生活を眺めて、革命はあるとき、しみじみと、命がけということは、武士の仕事ばかりと思うていたが、どうして、一人の凡人が、一人の僧と言われるまでには、戦い以上な、血みどろなものじゃと、心から頭を下げて言うのであった。翌年の5月の下旬であった。南波から、京都の付近一帯にわたって、珍しい大風が吹いて、ちょうど、 雨句なので、香水は戸へあふれ、南波あたりは高潮が陸へ上がって、無数の民子が海へさらわれてしまった。そういう後には、必ず日照りが続くもので、薬病が流行りだすと、たちまち、部落も駅路も病人のうめきに満ちてしまった。とは最もひどかった。官では、施薬院を開いて、薬師だの官立ちめだのが、薬を施したり、また、諸事院で悪病心を追いしりぞける祈祷などをして、民子の各戸口へ。 赤いゴ風などを貼り付けてしまったけれど、日照りにこぼれ雨ほどの効き目もない。犬さえ骨ばかりになって、ひょろひょろ歩いている。町には、高炉描写の違いが、乾物みたいにカラカラになって捨てられてあったり、まだ息のある病人の着物を剥いで盗んでいく、非道な人間だのが横行していた。突然、飯城があって、半円は永山を降り、御所へ行く間の辻々で、そういう賛美ルビの賛否はママ、なものを、いくつも目撃した。ああ 誰かこの苦言を救うべき若い半炎の誓いは心の底にたぎってきた。2何のお召しであろうか町の中塚佐帆へ行くまでは半炎にも分からなかったが出頭してみると意外にも総門によって半炎を小宗図の位に任じ東山の小宗陰門跡に干せらるというお沙汰であった英山ではまたしてもあれが小宗図にとわざとらしくささやいたり十五歳で 焼香院の門跡とは破格なことだ。やはり引き人が良いか、門罰がなくては出世が遅いなどと戦望しあった。彼らの目には、異界が僧の最大な目標であった。さもなければ勢力を持つかである。そして、常に武家や検問と対峙することを忘れない。誰が相音したのか、半炎は、それにもこれにも無関心のように見える。どんな清方変も彼の顔色には、 無価値なものに見えたただ、サシモの就行も、近頃は、半円の修行を認めないではいられなくなったことである。一つのことが起こると、それについて、一時は、何のかの蝉のように騒ぎ立てても、結局は黙ってしまう。心の底では、十分に、もう、半円の存在がえらなるものに見えてきて、イコアオスが感じるのであるが、子供の常として、それをまっすぐに言うことができないで、彼らは、 彼ら自身の獅子と焦燥で悩んでいるといった形なのである。翌年秋、半円は山の斎藤に一切共像を建立した。他を見ずに、諸子も学ばずやと、無言に大衆へ示すように。無言といえば、彼はまた、黙々として、余暇に刀を取って掘った御堂像と、不賢像の二体とを掘り上げると、それを無動時に住んでいた自身の形見として残して、間もなく、東山の商工院へと身を移した。 東山へ移ってからも、彼の普段の行願は、決してやまない。山王神社に、七日の参浪をしたのもその頃であるし、山へも時折登って、根本中道の大ずに座して、夜を徹したこともたびたびある。彼が、その前後に、最も、心の喜びとしたことは、四天王寺へ参って、地蔵の聖徳太子の正満慶と、法華経とを親しく拝観した一日であった。太子のご静行はいつも、彼の若い心を鞭ち打つ励みであった。 初めて、そのご神筆に接したとき、藩は、河内の御霊病の白い冬の夜を思い出した。あなたは、聖徳太子のご異業に対して、よほど、関心をお持ちと見える。まあ、こちらでご休息なさいませそばについて、時報を説明してくれた老僧が気軽に誘うので、奥へ行って、挨拶をすると、それは、四天王寺の十字で領収僧図という内徳であった。この人に会ったことだけでも、半円にとっては、有益な日であったし。 得がたい放越の日であった。この年、鎌倉では、頼朝が死んだ。そして、梶原景時は、負を追われて、駿河戸で兵に殺された。部門の流転は、激浪のようである。訪問の大水は、計れずしてよどんでいる。正春二年、正僧図半園は、東山の山裾に、二十八歳の初春を迎えた。しぐれの罪。一。この春を迎えて、 商工院の門関としてて移ってからちょうど3年目になる門籍という地位もあり、傍観や寺侍たちにも貸し付かれる身となって、小僧図半円の体は、自ずから以前のように自由なわけには行かなくなった。時には帰り見て、この頃は、首都貴族のような、と、商工院のきらびやかな生活をおもはゆくも思い、慣れてはならぬと、B 美食を恐れ、夜の具の温まるを恐れ、教文を口で読むのを恐れ、微糖の中のミイラとなってしまうことを恐れたが、 門ととして見ななければならぬジムもももあああり、り、り、人との接もあり自分の意見だけに動かせない生活がいつの間にか彼の生活なのであった。お牛舎の用意ができました木畑民部が手をついている。民部というのは半円が門跡として来てから抱えられた暴漢で46、7の怨霊な人物だった。半円はすでに外出の支度をして春の光のよく通る居室の縁座に刃物のように獲物のよく立っている真新しい方位置き。 地図を手に座っていたこういう折、朝夕に見る姿でありながら、傍観や侍たちは、時に、はっとして、ああ、淡麗な思わず目がすくむことがある。実際、この頃の繁炎は、一頃の苦行無護心に痩せ衰えていた頃の彼とは違って、下方膨れにふっくらと越え、やや、中保で、後頭部の大きな延長は、青々として、知識人でも言いたいような艶をたたえ、決して、美男というそうではましまさないが、眉は、 心念力を濃く描いて、方眼は細く、瞳は強く優しく、唇は身を噛んでいるかのごとく赤い。そして、近頃は、めったに外出もせぬせいか、皮膚は、手の甲まで女性のように白かった。だが、太い尾骨と、眼見な雁骨があくまで男性的な強い線を引いていた。肩は、万石を乗せてもめげないと思われるような、幅広く射角線を描き、立てば、背は、五尺五寸の上に出よう、ことに。 喉の甲状腺は生まれたてのエイジの拳ほどもあるかと思われるほど大きいこの短例でそして意のある姿が朝の権行に天井の高い伽藍の中に立つと大きな本堂の空虚もいっぱいになって見えた口さがない末院の那須書層などは御門跡のあの立派さはどうしても童貞美というものだろうななどとささやきあったけれど死の幼少からかしづいている生前房はどうしてもだんだん 母子前の義満様に生き写しだと思えてならない。ただ、濃い眉、太い花柱、栄治の拳台もある喉の男性の甲状腺、それだけは母のものではない、強いて、血液の先を尋ねれば、大曹祖父源義家の現れかもしれない。では、前廊家の民部の迎えに、その姿が、今、円座を立って、商工員の車寄せへ出て行った。ちょうど松の内の七日である。半炎は、網代牛舎を打たせて、 少年院の僧侶のもとへ、これから初春の菓子を述べに行こうと思うのであった。2、友には、いつものように、生前坊と革命との2人が、車脇について行く。牛飼いの同時まで、新しい布ひたたれを着ていた。仁円僧侶の室には、ちょうど、3、4人の苦行が、これも、菓子の客であろう、着合わせていて、五門関がおいでとあればと、慌てて、自首で帰りかけた。仁円は引き止めて、 ご遠慮のいる人物ではない。初春でもあれば、まあ、ゆるりとなされと言った。繁園は、案内について、よろしゅうございますか、瞳の下から言った。よいとも、僧上はいつも変わらない。繁園も、ここへ来ては、何かしらくつろいだ気がする。僧上の前に出た時に限って、同心というものが行く際になっても、人間にはあることを思う。客の阿尊たちは、わ、あなたが、 商工院の五門関で増しますか。お若いのと、驚きの目を見張った。恩命は伺っていたが、もう五十にも届く弱いの方であろうと思っていたが、別な一人も、同じような胆性を発すると、僧乗はそだから、ははは、<laughs> まだ、見た通りな童子でおざると言った。五門関を捕まえて、童子とは、お日でございます。半炎は、死の房の言葉に、何か、自分の真の姿を覗かれたような気がして、 死の君のおっしゃっしゃる通りですと、素直に言った。僧侶は、相変わらず、和歌の話へ、話題を持っていった。そして、初春じゃ、こう顔がそろうては、歌を読まずにはおれん。半円も、近頃は、密かに読まれるそうな。ここに増します客たちも、皆好む道と、もう手を鳴らして、硯を、色紙を、ふずくえをと言いつける。客の阿んたちは、はて、どうしようというように、 悪そうな目を見合わせた。そのくせ、少年院の抱えには、いつも、席に見える顔であり、4位、クロード、ボーのこともあれば、苦行で、稼働のたしなみがない人などはほとんどないはずである。何を、目混ぜをしているのだろうか。とにかく、しきりと、もじもじして、運ばれてくる色紙やすずりなどを見ると、さらに、眉を潜めていた。ジエンは、一向に、頓着がない。好きな道なので、もう、 何やら、かさくに余念のない顔である。いっそ、申し上げた方が、かえってよくはあるまいか。では、そこもとから、いや、恩美から、何か、訂正でささやき合っていた阿尊たちは、やがて思い切ったように、ちょっと、僧侶のお耳へ入れておきたいことがありますが、と、言いにくそうに言い出した。3、ほなんでおざろう実は、この正月にも、あちこちで、僧侶の恩美に対して、 忌ましい沙汰するものがあるのでして。世間じゃもの、誰のことでも、清用方変はありがちじゃ。しかし、捨てておいては、意外なご災難にならぬとも限りませんる僧侶には、まだ何もお聞きなさいませんるか。知らぬと、慈縁は、ことの投げにかぶりを振った。半縁は、そばから膝を進めて、お客人と、呼びかけた。死の君のご災難とは心がかり、して、それの取り沙汰とは、何を問題にして、 やはり和歌のことからですこの正月、御所の抱い始めに、市場から恋という魚題が仰せ出されたのです。その時、宗庄の栄心されたお歌は、こういうのでありましたと、逆の阿尊は、低い声に、漏栄の節をつけて、我が恋は、松をしぐれの、染めかねて、幕津ヶ原に、風騒ぐなり、なるほど、そして、人というものは、意外なところや理屈をつけるもので、 僧侶のこの歌が、やがて、大宮人や、僧門の人々に、かしがましい問題を巻き起こす種になろうとは、我らも、その時は、少しも思いませんでした。ほほう僧侶自身が、初耳であったように、キーな顔をして、なぜじゃろうと、つぶやいた。さればですと、別なあそんが、後を受けて話した。僧侶の集歌には、史上よりも、魚館のお言葉があり、女の曲や、クロードに至るまで、さすがは、 僧侶は、風がなる外遊でおわすなどと、口を極めていったものです。ところが、心の狭い一部の名言や社門たちが、その後になって、少年院の僧侶こそは、世を欺くエセ法師じゃ、なぜなれば、なるほど、松尾、しぐれの歌は、秀逸には違いないが、恋は、愚か、女の肌も知らぬ正常な君ならば、あんな恋歌が読み出られるはずはない。筆上少年院の僧侶は、一生不本などと、ひじりめかしてはおわすが、実は、 人知れず、功をたもとに盗んで口をふくるいで、祇園の浮かれ目の柿も超えているのだろう、苦々しい限りである、仏法の廃れゆくのも、末法の世と言われるのも、ああいう理解の高い僧侶の行状ですらそうなのだから、誠にやむを得ないことだ、嘆かわしいことだなどと、残祖の舌を剣下に、寄ると触ると、言いはやしているのです。半園は、自分のことでも言われているように、瞳を怖くさせて聞いていた。聞き終わって、ほっと息を継ぎながら、僧侶の面が、 どんな不快な儀式に塗られているであろうと、そっと見ると、ジエンは、はははと、肩をゆすぶって笑うのであった。4. 妙な批判もあるものじゃな、そんなことを悟し悟るか。中には、僧侶を、流罪にせよなどと、役所の門へ、当分したものもあるそうです。驚きいった世の中じゃ、それでは、人生に詩も持てぬ。文学も持てぬ。僧が、恋歌を作って悪いなら、 万葉や古今のうちの作家をも破壊層と言うて責めずばなるまい。しかし、僧上のしぐれのお歌は、あまりにも、実感がありすぎると言うて、女を知らぬ不盆の層に、かような和歌の作れるわけはないというのです。それがおかしい。そうとても、人間じゃ、美しい女性を見れば美しいと思うし、クくずハ原の風でのうても、気の騒げば、恋も思う。まして、詩や歌の尊さは、人間としての真をとろ露するところにあって、嘘や、 巨職では、生命がない、そう言って、ジエンは、世兵の具を一生にしたが、客のアソは、しかし、就航金を溶かすということもありますから、ご注意にしくはありません。言わしておくがよい。事態、そうじゃから、女には目を塞げ、主配の側にも座るなとは、誰が言うた。仏だも、そうは仰せられん。新人に自信のないそう自身が言うのじゃ。また、そを、 禁乱の出くと思うている俗の人々が言うのじゃ。我らには、自分の信心を信ずるがゆえに、さような窮屈なことはとう。例えば、いつ出会ったか忘れたが、質の杖、船を寄せ、旅の一夜を、遊女と共に過ごしたこともある。その鬼の優君は、確か、花漆とか言うて、質のときめいた女性であったが、津に入る船、ベル船の浮世の様を語り、男心女心の人情を聞き、また、花漆の問い方にも答えてやり、 まことに良い一夜であったと今も思うが、微人も、それが、うとして罪悪であったとは考えぬ。月は、濁池に宿るとも汚れず、心清ければ、身に散りなしじゃ、そして、ごみなきところにも、ごみえるのが、不竜の徳というもの、そしる者には、そしらせておけばよい。次元は、筆を取って、はや、僧のできた和歌を、さらさらと書いていた。阿蘇たちも、僧城の言葉に感じ入って、仮作の三枚に入り、 いつとはなく、そんな話題も忘れてしまったらしい。ほどよく、繁炎は、辞して、商工院へ帰った。しかし、今日の話題は、牛舎のうちでも、寝屋のうちでも、妙に、胸に職位入ってならなかった。そして、僧侶が言われただけの言葉では、まだ社会へ対して、答えきれていない気がするのであった。仏法と女性、僧人と恋愛、それは、決して、一種の和歌の問題ではない。この数日 半円は、そのことについて、熱病のように考えてばかりいた。解けない提案にぶつかると、それの解けきれるまでは、無理の間にも忘れないのが彼の常であった。それから10日ほど後、少年院の踏み遣いが見えた。死の僧侶からで、頼みの儀があるから来てもらいたいという文面であった。5、僧侶は待っていた。いつもながら明快で、元気である。訪れた半円の顔を見ると、よう来てくれた。 実は、死と頼みおきたいことがあって、と、人を遠のけた。何事でございますか、半円は、なんとなく、少年院のうちに、成虫の道とでもいうような波騒ぎを感じながら、死の眉を見た。他ではないが、ことによると、わしは、しばらく恩地へ参るようになるかもしれぬ。で、留守中のことども、何分、頼みおきたい。突然なことを受けたまわります。死と何地へ何地へともまだわからぬが、 行くことは確からしい。いつ参るとも差し支えないように、これに、いろいろ覚書をいたしておいた。後の始末、頼むはおもとよりほかにないと、書きつけを、一通、手形見の内から出して、半円の前に置いた。かしこまりました、何も問わずに、半円は、それを襟に秘めた。そして、定めない人の世にござりますれば、仰せのよう、いつを旅立ちやろうも知れず、いつ古のおりやろうも知れず、とにかく、お預かり申しておきます。どうぞ。 いかなる時もお心安くおわされませと言った。ウムジエンは自分の心を鏡にかけて見て取るように悟っている半炎の言葉に満足した。頼むぞ。はい。しかしお心広く。案じるな、わしは身のあるところにご見える人間じゃよ、不慮の予徳というもの。いや、不慮の罪か、母は玄関の方には、しきりと、放客の声や、取り次ぎの強音が、客伝との間を通う。 半炎は長座をはがかって死の居室を辞した。そして回廊を下がってくると兄上見ると弟の神武だった。神武は憂いに満ちた顔をしていた。いつもながら病心の弱々しさと善良で細かい神経に疲れている瞳である。もうお帰りですか。うむ近頃体は丈夫です。それは良い真心をあげて御仏にすがり僧上に仕えよ。 はい。あの、ただいま、死のごぼうから、どんなお話がありましたか。お前も、心配しているの。お案じ申さずに羽織られません。私のみでなく、他の弟子一頭も、お実んの人々も、皆、客殿に詰めかけて、あのように、毎日、協議しておりますが、弟の言葉に、ふと、そこから、陰の西の矢を見やると、なるほど、僧侶の身寄りだの、若の友だの、相続雑多な客が、20人以上も、 ツヤのように暗い顔をして、ひそひそと語らっているのが遠く見えた。6、神武は、目を潤ませて、あのうちに、地の御うの若野を出し、火山院の若君がいらっしゃいます。お、通主今日もおいでか。その他の方々も、兄上にお目にかかって、ご相談いたした意義があると仰せられますが、お戻りくださいませんか。そうか、繁炎は考えていたが、お会い,いたそう。お会いくださいますか、神武は。 喜んで先に立った。客殿の人々は、商工員の藩炎ごうじ者と、ささやきあって、憂いの眉に、かすかな力強さを持った。時に、ご承知でもあろうが、と、加山の院の通詞や、弟子の制限や、僧侶の知器たちは、半炎を、膝で取り巻いて、声を潜めた。困ったことになりました。なんとか、奇想に良いお考えはあるまいか、という、僧侶の例の問題である。 一種の和歌が、こんなに、険悪な世論を起こそうとは思わないので、僧侶をはじめ、僧侶に親しい人々も笑って、投げ打っておいたところが、その後、問題は、金中ばかりでなく、五三の僧の間にも起こって、寺演放逐の門跡が、だんだん火の手を上げてきた。そして、少年院を放逐せよとか、甚だしいのは、恩愚にせよなどという敗撃の言葉をかざして、蝶に迫る者など、仏者の間や、がの間を、 先行的に運動して回る策士があるし、朝廷でも放任しておけない状態になったというのである。で、一度宗上を散大させ、ミスの前に据えて、諸教列席で求問をした上、その答えによって、審議を下してはどうかというので、この間うちから、少励院へ向かって、たびたび、お召の使いが立っている。ところが、宗上は、古今、シーカに罪を問われたる例なし、また、シーカの心は、続敗の審議に向かって、 説明はなしがたしと言って三大の飯に応じようともしないのである。再三の使者に姉妹には眼しかと首を振って、詩炎は病で伏しておりますと言って、居室にこもってしまった。前の関白金真の実定にあたる僧侶として、この不快、不合理な問題に対して、それくらいな態度を示したのは当然であり、家人の見識としても、甚だもっともなことなのであるが、そのために朝廷の心証は一層悪くなって、 さらば不問のまま、御礼の儀を遭問すべしという声が高まってきた。月輪金真が、朝廟にあって、関白の実権を握っている時代なら、当然、こんなことは起こらないのであるが、その月輪功は、両三年前に、既に官を引いて、全功と唱え、今では陰性しているので、それに代わって、朝に立った清伐と、それをめぐる総監とが結んで、弟の慈元僧侶をも、少年院から追い出して、地頭の僧で、 その後に座ろうというはらみなのでもあった。捨てておいては、僧上の罪を大きくするばかりです。藩延御坊、死の勤務に代わって、起草が、御所へ参って、申し開きをしてくださるわけにはいきませんか。7、事件は、複雑だ、裏と表がある。問題となった和歌などは、むしろ、敗撃派の表面の旗にしか過ぎない、僧侶があっては、とかく思うままに振る舞えない僧門の一派や、月輪金真が陰性したこの木に、 旧勢力を一掃して、完全に自分たちの門閥で朝廷の実権を締めようとする新任の官閥藤原元道や高塚左大臣などの意志がかなり微妙に作用しているものとみて大差ないしたがってこの事件に対して藩炎には藩炎の観察と批判があった大体彼は宗庄の態度に賛同していた宗庄の覚悟のほどにも差もあることと共鳴していた自分が永山の大衆に威嚇され長破されても その学説は曲げられないように、もし、僧侶が、道場たちの陰険な小作に興じて、家人としての態度を駆使したら、死に対する冒涜であり、また、僧侶自身の人格をも同時に捨てて踏みつけることになる。で、藩炎は、死の房が、恩慮になろうとも、あくまで正義を歪げないようにと、心に祈り、今も、暗黙のうちに、師弟の心構えを固めてきたところであるが、こうして、慈炎の弟子や危機や、若の友人たちが、一室のうちに、 憂いの眉を潜めたり、短足を漏らして胸を痛め合っている情を見ると、哀れにも思い、また、死の老齢な体なども思われて、無下に、事故の考え方を主張する気にもなれなかった。おすがりいたします。半炎ごぼう、この場合、あなたのお力に頼むより他に、一同にも、思案はないのでございます。火山院の金たちも言うし、制限も言うし、他の人々も、すべて同じ意見だった。半炎はやむなく。さあ、私の力で、 及ぶやいなやわかりませぬが、ご一同の誠意を追って、死のごぼうに代わって散来してみましょうと答えた。ちょうど、そのあくる日にも、冷仙大納言から、慈炎に病をしても散来せよという特則の使者が来た。弟子の誠意かから、先日もお答えいたした通り、僧正は病中にござりますが、もし、法廷の半炎小創図でよろしければ、いつでも散来いたさせますが、と、外人を願った。使者が、折り返して、外人にても、 クルシューナイトの帳命ですと言ってきた。そして、ひと国こを訳していった。その日は、寒々と、春の小雨が光っていた。身を清めて、半園は、山頂した。御所の門堂を深く進んで、昇降院門が、と藩園少草図、地の僧侶のいたつきのため、飯を拝して、代わりにまかりで出ました。取り次ぎの神立目は、お待ち葬炉へと、天井へ隠れた。初めて、 五所の禁言まで思考した藩円は、神ながらの正常と、深言な気に打たれながら、また一面に、いかにして、今日の使命を全うするか、僧上の名を恥ずかしめないかと、ひそかに、心を弓のごとくに張っていた。八、思想藩円とは、何者の子か、関白気痛が、高司右大臣を見ていった。さあと、高塚司京はまた、冷戦大納言の方を向いて、おは気前か、と尋ねた。されば、あの僧は、 なき皇后大臣夕飯の子にて、日の三位の勇士にてとかほっ。藤原夕飯の子か、きつうは、黙った。公家たちの頭には、聖子や家紋というものが、人を見るよりも、先に支配する。無名の者の,の家の子なら、大いに下げすんでやろうと思ったかもしれないのである。そうか、夕飯の子か、ささやきが、そのあたりを流れた。時刻を指示してあるので、苦行たちは、遺憾を連ねて、半円の三大を、 待ち構えていたたところであったやがて次々から関白まで取り次ぎが届く。奇痛はまたそのよしを水のうちへ騒問した。一瞬、苦行たちは固唾を飲む。松座遠く、半円の姿が見えた。一斉に人々の目がそれへいた。人々ははっと思って、武者奉者と顔色を騒がせた。なぜなら、普通、初めて散来する者は、 遠い末席にある時から、足はおののき、首はふむき、到底、列座の苦行たちを制止することなどできないものであるのに、半円正倉図は、興じる色もなく、絹たの内目のピンと張った上絵を、角翼のようにきちんと身につけ、瞳を、ミスから左右にいながれる進化の諸教へそっと向けて、二歩三歩、座のところまで進んできた。公家たちが、はっと感じたのは、あまりに彼の姿が大きく見えたためであった。およそ どんな武将や聖でも、この大宮どころで見るときは、あの頼朝ですらも小さく見えたものである。それが、まだ、一階の若造に過ぎない半円が、いっぱいに目へ移ったことは、不尊なという憤りを苦行たちに思わすほどであった。しかし、静かに、座をいただいて、玉座の方へ向かい、やがて配慮する彼の姿を見ると、苦行たちの憤りも消えていた。作法は、形ではなく心である。半円の虚子には、心が光っていた。 天皇も仏師であり、仏祖も天皇の赤子である。仏祖釈尊も、この国へ渡ってきて、東なる仏国日本に、万田のの仏花を見る上は、仏祖も、天皇のみ、心と一つでなければならないし、天皇のお姿のうちにも、仏祖の心が、おのずから、大きな地愛となって宿されているはずである。この国の上に、多くの思想や文化を輸入たうた聖徳太子の心を、深く、自己の心の根に培っていた繁栄は、そういう常々の思いが、今、 魚座近く進むとともに、全身を高い感激に浸せて、まばゆい額をいつまでも上げれなかったのである。ミスのうちはひそやかであったが、土御門天皇も、彼の、そうした真摯な態度に対して、しきりにうなずかせられていた。9。やがて、高塚恭が、思想と読んだ。は、半円は顔を上げた。おもと、何にても、死の辞縁に代わって、答えるか。死のお心をもって、 う,むうなずいて少し膝を進め。さらばとうが、不凡のじりたる僧侶が、あのような生めかしい小優太を読み入れたら、その、どういう心情か。そうも、人間の子にございますゆえ。なんじゃ大胆な半言の答えに、諸教は色をなして。では、僧侶も人間の子なれば、女盆あるも、恋をするも、当たり前じゃと、おもとは言うか。さは申し上げませんぬ。でも、今、僧侶も人間の子なればと。 返答したではないかいかなるひじいかなる構想といえ、ご欲煩悩もなく、悪毛の患いもなく、生まれながらの心のまま白髪になることはできません。大地は、深く氷を閉ざしても、春ともなれば、草は燃え、花は狂う。その花もまた、永劫に散らすまいとしても、やがて、青葉となり、秋となるように。これを、大地の罪と言えましょうか。大いなる日の力です。自然の法則です。 さような論は、言い開きにはならぬ、いよいよ、僧侶の罪を、証拠立てるようなものじゃ。しかし、半円の方には、若い血が、春そのもののように赤くさした。しかし、なんじゃ。釈尊は、人間が、その自然の春に甘えて、ご欲に溺れ、煩悩に、小枯れ、あたら、英語の浄土を見失うて、地獄にあえぶ苦言の女王、哀れとも、悲しいこととも思われました。さらば、三田は、第一に、 誤解を示し、誤解の情の一つには、助食を戒めておかれたのです。それを犯した僧侶は、堕落僧者、恩恵に処して、訪問の見せしめとせねばならん。僧侶の身はご潔白です。あのお歌が、若々しい人間の恋を脈々と歌っているのでも分かります。密かに、女盆の罪を重ね、助食にあいている人間ならば、あのお年齢をもって、あのような若々しい歌は読み出られません。もう、 人間の晩習に近い僧の晩に肉体ですそれなのに、マダーのような歌が読まれるのは、いかに、僧侶が、今日も、なお、お若いお心でいるかという証拠であり、そういう肉体を老年まで持つには、正常な禁欲を通してきたお方でなければならないはずです。ことにまた、ご自身に、お疑いのかかるような、後ろぐらい行情があれば、なんで、上智の即々と打つような恋歌などを、破壊の修座になど読みましょうか。もっと、ひじりめかした歌を読んで、 己の心をも、人の目をも、欺こうとするに違いありません。藩炎は、涼やかに言って退けた。言葉の底には、人を打つ熱があった。彼は、僧の禁欲が、いかに苦しいものか、自分にとって尊いものか、現在の自分に比べても、あまりに分かりすぎている。彼は、死の弁護をするという気持ちよりも、いつか、自分の行の深刻な苦悩に対して、思わず涙を流していっているのであった。10 三田は、人間になしがたいいことを強いた誤解の約束がそれである。愚法の総集が最も苦しみ戦うのは、そのうちでも助食金の一会であった。女に対して目をつぶることは、生まれながらの盲人でさえもなしがたい。肉体の意欲を、押し伏せ、押し伏せ、ある年月までの行を加えてしまうまでは、大概な相門の若者は、この一回だけにも、破れてしまう。しかも、この至難な行を乗り越えて、 ひじりとか、高層とか言われるほどの人は、そのほとんどが、普通の人以上に、絶倫な体力や、精魂の持ち主であるので、その行の苦しいことも、人以上なものである。それは、ちょうど、一刻、一日ごとに、血まみれな心になって磨いてゆく、主玉に等しい。磨けば磨いてゆくほど、愛着の高まるか、割に、ひとたび手から落としてしまえば、10年の行も、20年の結晶も、みじんに砕けて、その人の愚砲生活は、 跡形もないものになるなるんで次元僧上のような人がそんな具をなそうか僧上はすでに玉である明朗と苦悩の息を等に選奪した人格は後ろから見ても横から見ても禁欲の主玉そのものであるその涼やかな選奪の姿は家人としては随所に楽しむという主義の下に人生を楽しみ遊び僧としては浄土を得て法火の守りに一塵の汚れも止めない生活をしているいかに しい俗人の邪水をもって、僧侶の身の回りを眺めても、僧侶に、それ以上なものがなければ寂しかろうとか、不幸だろうとかいうようなことは、考えもつかない沙汰である。さまでの僧侶を、なおも強いて汚れなき憶測で見ようとする人々には、よろしく、僧侶と共に、少年院に気がしてみるがよい。いかに、僧侶が、女性のない人生を通ってきても、そこに、少しの寂しさも不自然さもなく、いるところに楽しんでいるかの姿が、きっとわかるに違いない。 半炎は、ルルとして、以上のような意味を、並いる人々へ説いた。そして、若輩者が、おこがましい弁を奮い立てましたが、推しの君に、あらぬ世評の降りかかるは、弟子の身としても、口惜しい義に存じます。何とぞ、高校たる天板と、諸教の御名断等、仰ぎ上げますると言って、言葉を終わった。そうである以上、定めし難しい仏典を引き出したり、口賢い法語や呪文でごまかせだろうと、心構えしていた人々は、 彼の人間的な話に、正直な答弁であると感じたらしく、その間に、口を差し挟むものがなかったばかりでなく、誰にもよく、相乗の人格というものが特診された。主侍は、ミのうちへ、関白痛を召されて、何か仰せられているご様子であった。気痛は、仕下がって、半円に、漁師とすずりを、と、そばの者へ言いつけた。漁師台に、すずりと、そして、主侍からの魚台が乗って、 半円の前に置かれた十一魚台を鋭じて差し出すと、今度は、道場たちが、この台で、一種と、わざと困らすような難題を、次々に出した。半円は、筆を下に置かなかった。公家たちは、ほっと、その一瞬一瞬に、教壇を漏らして、なるほど、歌祭があれば、僧侶でも、どんなことでも、自在に読まれるものらしいと、今更らしく、うなずいているものもあった。 ジエンは良い弟子を持たれた者じゃ、藩縁に対する諸教の目は、急に物柔らかになり、そして、エンの咎めも、不問になった。ミスを排して、藩縁は、し下がろうとした。すると、血と、待とうと、奇痛が言った。転送から、五かしとあって、日和色のお子袖を、藩縁に賜った。藩縁は、天穏に緩急しながら、御所を退出した。牛舎のうちに身を乗せてから、 初めて、ほっと、心が常に帰った。肌着にも、冷たい汗が感じられる。ああ、危ういことであったしみじみと思うのである。もし、今日の使命をし損じたらどうであろう。同情たちのあの空気では、恩師の流罪もあるいは、事実として現れたかもしれない。助食だの、食物だの、生活の形は、そうは、絶対に、俗の人と区別されているけれども、政権の中にもそうがあるし。 武力の中にも僧の力がある、あらゆる英職や勢力の争奪の中にも僧の姿のないところはない。もともと、一かさ一杖で住む僧の生涯に、なんで地位だの簡易だのと、そんなわずらわしいものを求めたり、持たせられたりするのだろうか。それがなければ、訪問も少しは浄化されるだろうに。異色や女人ばかり区別しても、根本の生活行動が政治や陰謀や武力と混同して歩いているのでは、何にもなるまい。だが、 半円は自分を顧みて自分の姿に恥じないでいられなかった自分の身にもいつの間にか金蘭のけさや小宗図の異界や門跡という炎色までついているではないかそして今となっては捨てるに捨てられない自己を偽れない半円の気持ちはすぐにも金蘭や異界をかなぐり捨てて元の苦行の床へ帰りたくなったやがてまたこの身も僧図となり僧條となり雑志となり,となりそして 子供の死死と、危険の清掃に煩わされ、あたら、再び生まれがたき生涯を、虚偽の禁断に飾られて終わらねばならぬのだろうか、頬に手を当てて、湖のごとく静かに、しかし、悶々と、心には、激しい会議の波を打って考え込んでいる、半円焦燥図を乗せて、牛舎の牛は、使いの守備を晴れがましく、少年院の門前へ帰った。きらら月よ。1、火事じゃないか、廊下に立って、革命は、手をかざしている。空は、 ぼやっと白かった夜か霞の深いせいか、月の明かりは、さしていながら、月の姿は見えないのだった。そうよな、生前坊も、眉を寄せて、五畳あたりか。いや、川向こうであろう。すると、死の房の参られたおかんに近くはないか。離れてはいようが、心もとない。上洛中の鎌倉の大名衆や執権の家人たちが、一堂に集まって、夕刻から死の房に、 法話を伺いたいというので参られたのだが、お主、なぜ、牛舎と共に、お待ち申していなかったのじゃ。でも先方で、夜に入れば、必ず兵に守らせて、商工員へお送り申し上げるゆえ、心置きなく、帰れというし、死の房も、戻ってよいと仰せられたから。万一のことでもあっては大変じゃ。ちょっと、お迎えに行ってくる。いや、わしが以こう革命が、駆け出すと、革命、革命。 今夜は、防寒の民部殿もおらぬのだから、お主、留守番していてくれい。清前坊は、もう、栗のほうから外へ出ていた。町へ近づくと、王子には、しきりに、犬が吠えている。しかし、空の赤い光を頼りにかけてきたが、鴨川の岸まで来ぬうちに、火の色は消えて、その後ろの空が、どんよりと暗かった。バラバラと、辻から出てくる町の者のに。ボンゲ、火事はもう消えたのか。へえ。 消えたたようでございますな。どこじゃったか。6畳の、なんとやらゆうしら病死の家と、4、5軒が焼けたそうで。ははあ、しらびの家か。では、近くに、危険のおかんはないのか。昔は、存じませんが、今は、あのあたり、遊女やしら子ばかりが住んでおりますでな。やれ安心したほっとしたが、ボンゲの言葉だけでは、まだなんとなく不安な気もするし、もう、死の房の法はも住んだころであろうと。 生前房は、走ることだけはやめて、足は、そのまま、五条の大橋を北へ渡っていった。橋の上から、北は、さすがに、混雑していた。いつまでもさりやらぬ野獣馬が、遊女町の余人を眺めて、また、盗賊の仕業か。そうらしいて。悪酔いして、乱暴するので、遊ばせぬと断ったところが、手下どもを連れて、すぐ引っ返し、見ている前で、火をこけて逃げおったということじゃ。なぜ、 見ていたものが、すぐ消すなり、人を呼ばぬのじゃ。そんなことすれば、すぐあだをされるに決まっとるじゃないか。鎌倉州のお奉行ですら、あいつばかりは、雲や風みたいで、どうもならん人間じゃ。そんな噂をしあって、戦慄をしていた。2、その夜、半炎が求められて、法話に行った武家邸は、火事のあった六条の遊女町とは、だいぶ居立っていたが、それでも、生前房が息き過て行き着いてみると、 門前には高張を連ね、通ーの侍だの、六原州の蔵を置いた駒などが死をなしていななきあい、こもごもに玄関へ入って、火の見舞いを申し入れていた。法話に集っていた人々も、火事と聞いて、あらかたは帰ったのであろう。清前坊は、混雑の間をうろうろしながら、家の子らしい一人の侍に、伺いますが、と、腰を下げた。今宵の法務しに起こしなされた、商工員の五門関は、どちらにおいで遊ばしましょうか。五門関 おう、あのお方なら、今しがた、戻られた。ははあ、では、もうご起因にござりますか。たった今、おかんの牛舎に召されて。おともは、老頭が、に、三名ついていったはずだが、折り悪く、火災があっての、十分なお送りもできず、申し訳のないことじゃった。お主は商工員のものか。はい。急いで行ったら追いつこうもしれぬ。ようお詫びしておいてくれい、生前坊は。 再び巷へ戻って、往来の牛舎の影に注意しながら、かけていった。けれど、どこで行き違ったか、五条でも合わず、西の党院でも合わず、西王子でも合わない。商工院へ戻るとすぐ、革命、死の房は、お帰りなされたか。いいや、お主、お供して戻ったのではないのか、生前坊は、早口に、巷の、ありさまや行った先の工場を話して、わしは、かけては来たが、それにしても、もう、 の坊の方が先にお付きになっていると思うたが、それは心もとないぞ、革命は、房の内から顔を出して、空を仰ぎながら、遅いのを、うむ、いくら恩牛者でも、胸騒ぎがすると、奥へ隠れたと思うと、革命は、たくましい自分の腰に、たちの皮紐ををいつけながら出てきて、ありあう下駄を吐き、行ってみようと、三門をくぐった。ひところ、永山の斎藤にもいたという義経の心。 武蔵坊弁慶とかいう、男もこんな風貌ではなかったかと、生前坊は彼の後ろ姿を見て思った。東山の住家から一歩一歩出て行きながらも、二人は、今に、彼方から、牛舎の木の音が聞こえてくるか、松明の明かりが差すかと思っていたが、ついに祇園へ出るまでも、他人の牛舎にすら合わなかった。いぶかしい牛舎に召されたとあるからは、この王子より他にないが、並木の辻に立って見回していると、松の小から、 冷たいもののが二人の襟へ落ちてくる3生前坊や革命がその夜も更けるまで血こになって探しているのにどうしても死の牛舎も見当たらなければ陰家も帰って見えなかったのは次のような思いがけない事故と事情が半円の木とに待っていたからだったまだ六畳の燃えている最中鎌倉社の老頭が三人ばかり松明をいぶし牛舎の両脇と後ろに一人ずつつついて退け かじを見に走る野じ馬だの、逃げてくるボンゲや女子どもを押し分けて、五条大橋を東へ越えてきたのが、半炎を乗せて商工院へ送ってくる牛舎であった。川を隔てているものの、人さえいえば、六原の前は、四門二兵を備え、出入りや往来へ、厳しい目を射向けている。からくも、そこを押し通って、西の東院の辻まで来ると、鎌倉舎にしては、粗末な具足をつけた小侍が、待てっと、不意に、闇から槍を出した。 と申してきた、老頭はすかさず、怪しいものではござらぬ。これは、より家公のお身内どい金末が家の子にござるが、今宵法和長門のために、商工院よりお迎え申した御門関半円正宗図の訓を、ただいま、主人の言いつけにてお送り申す途中でござると言った。辻敬吾の子侍は、半円正宗図とな、と、念をした。されば名刀すると、役目なればつかつかと、牛舎のそばへ寄ってきて、物質家けに、すだれのうちを覗き見してから、 よろしいとおれとれした。会釈して、まっすぐに進もうとすると、また、呼び止めて、あ,あいや、こういかれいと、西を指さした。それでは、回り道になると説明すると、小侍は、一方の王子には、こよい、短大の帝へ忍んで、賊を働いたくせ者があって、うってが歩いているし、うさんなものと疑われると、どんな災難に遭うかもしれぬから、親切に注意するのだと言って、それをご承知ならばどう参ろうと、こちらの知ったことじゃないと。 空うそぶいた。辻敬語にそう言われるものを無用にも進みかねて、半円の意を伺うと、遠くとも、回り道をいたしましょう。気の入らぬ細道へかかりましたら、降りて歩くも苦しゅうはありません。では牛飼い。へえ。少し急げ西へ曲がって進ませた。その牛舎と松明の明かりを見送って、下品な笑い方をして、舌を出した。すると、並木の暗がりで、あははは突然、大勢の爆笑が起こって、 ゾロゾロと出てきたような人影が、二セ役人の彼を取り巻いて、その肩を叩き。まったく、うめいや、て、名の作り声だのそぐりだのは、どう見たって、本物の子役人だ。おかしくって、おかしくって、危なく、吹き出すところだったぞ。この道家者目と、ある者は、彼の薄い耳を引っ張って褒めそやした。四。黒い布を顔にぐるぐると巻いた背の高い男である。立ちちょの腰に、 だちの,の背にふさわしい超やかなのを横たえ、五条大橋の方から風のように、早くかけてきたが、そこの辻に佇たずんで笑い合っている一軍を見ると近づいてきて、アホードも、そんなところに立って、何をゲタゲタ笑っているのだ。あっ、親分ですか。並木の影へでも引き込んでいろ。それでなくとも、六条の町の彦家は、天城四郎の仕業だと、もう、俺たちの噂が、日よりも早く迫っている。なあに、たった今まで。 そこの並木の後ろに隠れて、親分の見えるのを待っていたんですが、そのうちに、誰かが退屈がって、通りかかった坊主の牛舎を止めて、六原役人の真似をし、南へ行こうとするやつを西へ行けと、遠回りをさせたもんだから、みんなうれしがって、生やしていたところなんで。バカ野郎、いたずらごとばかりして喜んでいやがる。同じいたずらをするならば、でっかいことを考えろ、もっと途方もない欲を持て。どうせ、悪党の生涯は、あの炎のように。 派手で苦労しく風のまま、善豪悪号のけじめなく、死体放題に、この世のものを、欲の煙の中にさらって、短く往生してしまうのだ。ケチな真似をしても、一生、太力大罪の塔を積んでも、同じ一生骨柄といい弁舌といい、この男が、この一軍の棟梁であって、すなわち、今日の人々が、間のごとく恐れているところの、天城の信人久佐四郎に違いない。四郎は、部下たちへ、こう一と演説してすぐに。いや、 それどころじゃねえとつぶやいたそして西の党院の白い王子を透かしてみながらもう追いつけきたる自分だ手はずを決めておかなくっちゃいけねえ雲ふとてめえは絵が小さいから人目につかなくっていい五条のともとまで行って長江に螺鈿が散りばめてある美しい微老毛のエレンがやってきたらそっと後を受けてこいそれから他の者は並木の両側にかがんで鈍の行くままに気取られないように歩いて行け俺が 口笛を吹いたら、前後左右から蓮へかかって、中のものをひっさらい、何も目をくれずに、淀の包みまで担いでいくのだ。何ですか、その中のものってえな。後で拝ませてやる。俺が、今、火事場に近い巷から見つけてきた広い物だ。今夜、こんな広い物があるうとは思わなかった。母、親分が見つけたというからにはまた、器量のいい女ですね。何を笑う。自分を楽しませた後に、室の港へ持って行けば。 大金になる女だしかも今夜のはやんごとなき上茂の元に変えて月第三水準1の91の26の君で年へもみずみずしく金細鉱岩という塔の死にある美人そのままの城玉が抜かるなよ、四郎は言い渡して雲太はどこへ行ったと見回したすると村の間からカッパ頭の恐ろしく背の短い男が出てきてここにいますと四郎の顔を見上げて立った 五四郎の命を受けて雲太しの小さい影が五条口の方へかけて行くといつの間にか他の手下たちも両側の並木の闇へ座れるように隠れ込んでしまう一人四郎だけが辻に立っていた火事の煙が薄らぐとともに世間の騒音も静まっておぼろな月明かりが更けた夜を一面の雲も光にぼかしていたやがてそう間もないうちに五条口から西の洞院の王子を切り、切り。 かかすな木の音が濡れた大地を静かに軋んでくる。来たなと、四郎は、知る者の,のごとく知らない者の,のごとく、依然として、腕組みをしたまま、辻に突ったっていると、確かに、彼が、さっき、朱雀の辺りで火事の止むのを待っている、雑踏の中で見届けた一両の薪エレンが、十人ほどの家の子の打内古松明に守られながら、王子の辻を西へ曲がりかけた。すると、そこに、天城志郎が石仏のように、腕組みをしながら立っているので。し 牛会が声をかけた。それでも動かないので、蓮の脇にいた苦行侍が、退かぬか叱りつけると、四郎は、初めて気づいたように顔を振り向け、赤々と顔をいぶすたいまつに目をしかめながら、あ、ご無礼いたしました。かように、広い道を、しかも、人も通らぬに、なんで邪魔なところに立っているか、うつけた男じゃ。実は、手前は、こよい関東の方から、初めて京へ参ったばかりの田舎侍で。 道に迷うて、ぼんやりと、考えていたもんですから。退けびけ。はい、退きますが、少々物をお伺いいたすと、四郎は、初めて、に、三歩身を動かして、一人の苦行侍のそばへ寄って頭を下げ、鳥羽へ参るには、どの道をどう参ったらよいでござろうか、何気なく方角を指さして教えていると、四郎は、その侍が、胸に革ひもでかけている小箱を、いきなりむずと掴んで、脱り上げた。 何をすると叫んだときは、すでに、彼の影は、蓮から厩尺も飛んで、こっちを見ながら、欲しくば、脱り回せと、箱を差し上げて見せびらかした。友の家の子たちは仰天して、己、それには、今日の御所のご宴で、姫君が、猿お方からいただいたキャラの名簿が入っているのじゃ。下人などが手に触れたら、罰が当たるぞ、返しやせ、返しやせ。はははは、ちっとも。 罰が当たらないから不思議だ。己。松明が飛ぶ。パッと火の粉を浴びながら、四郎は駆け出した。口笛を吹きつつ駆け出した。悪さとしの計ることとは知らずに、蓮を捨てて、侍たちは、彼一人を追い回していった。六。目の色変えた友の侍たちを、程よいところまでおびき寄せて、四郎は、よしっと自分へ行って立ち止まった。そして、名木の小和公。これも金になると、 その皮紐を自分の首にかけて、やおら、長いのだちの恋口を左の手につかみながら、追ってきた人々を睨んで、貴様たち、命はいらないのか。俺を誰と思う、天城の住人と佐四郎を知らないやつはないはずだが、心得のないやつには、俺が、どんな人間かを示してやる。望みのやつは出てこい。天城四郎と聞いて、人々は、ぎくとしたように、足の膝節をすくめたが、黙れ。 鎌倉衆の短大書はすぐそこだぞ。わめけば、すぐに、焼く人たちが辻じへ回るぞ。足元の明るいうちに、その名簿を返せ、お姫様にとっては、大事な品じゃ。わ母は、役人が怖くて、悪党として天下を歩けるか。馬鹿なやつだ。試しに呼んでみろ、天城四郎と聞けば、役人の方で逃げてしまうわ。ほざきおったな、十人もおればと、味方の頭数を頼んで、 一斉に刃を抜き連ねて切ってかかると、四郎は、この無言にでもありつくように、野立のさやを払って天魔のように、持ち前の残忍を奮るい出した。逃げ損ねた者が、二、三人、異様な声を上げて横たわった。りも、り彼らが、二町も後ろに置き捨ててきた蓮の辺りから、姫の声に間違いない箔を割くような悲鳴が流れてきた。それにも老漫したであろうし、四郎の暴れ回る作品にも、パンを消したと見え、侍たちは、 足も気につかないで、いずこへか逃げてしまった。死骸の衣服で、ぐいぐいと、刀の血を吹きしごいて、四郎は、肩のこりでもほぐしたように、両手の拳を高く空へ上げ、ははは何がおかしいのか、一人で笑った。すると、そこへ、カッパ頭の主樹に似た子男がかけてきて、親分、雲か、どうしたうまく行きました。女は、ひっかついで、この道は、 人に会うといけないから、並木の後ろの畑道をかけてきます。そうか、飛ぶがごとく、包みを一つ越えて、畑の方を見ていると、雲太氏の言葉のように、一塊の人影が、腰でも担ぐように、肩と肩とを寄せ合って、包みと畑との間を、一斉にかけてくる。黙って、四郎も走る、雲太氏も走る。そして、四、五丁も来ると、ようやく安心したもののように、息を休めて、おい、一度下ろせと、四郎が言った。 つゆを持った草の上に、ふさふさとした黒髪と、五つ子のものを流した、まだ裏若い姫の顔が、そっと横に寝かされた。かわいそうに夜つゆに冷えてはいけない、俺の膝に、女の頭を乗せろと、四郎は、包みの陰に腰を据えた。七、どこかへ、体をぶつけやしまいな自分の膝に、姫の顔を乗せて、ロウ、オータスカン、第三水準一の八十七の八十三のように透き通っているその面と。 呼吸をしていない広大のような唇元を見て、シロは言った。手荒なことはしませんぜ、手下どもは首を集めて、その顔を見いった。そして、下手したまま動かない真湯積みと、五つ子どもに包まれた高貴里に、女性美の極地を見たように、呆然と打たれながら。うーむ、なるほどすごい。気高い。上品だ。やはり、死のよい女には、別なものがあるな、シロは、えつに言って。どうだ 俺の目は姫の額にかかっている黒髪の乱れをなさぐりながら、そこらの谷、に水があるだろう、何か見つけて、すくってこい。淀から船に乗せてしまうまで、このまま気を失っているままにしておいたほうがよかありませんか。生半可、水をくれて気がつくとまたヒいヒいと騒ぎますぜ。しかし、淀まではだいぶある、その間にこれきりになってしまっちゃ頭なしだ。一度泣かせてみたい、心配だからとにかく水をやってみろ。 甘いなあ親分は、一人が、水を救いに行くと、その間に素人は、女に甘いのは、男の美点だ、女に甘いぐらいな人間でなくて、何ができるか、男の意欲のうちで、一番大きなものが、他人は知らず、俺は女だ。清盛にせよ、頼朝にせよ、もし女嫌いだったら、天下を取ろうという気も起こさなかったろう。その証拠には、あいつらが天下を取ると、何よりも真っ先に振る舞うのは、 自分が欲しいと思う女はすぐ手にかけることじゃないか、俺は無冠の将軍だ、天下の大名どもの上に座ってみようとは思わないか、割にきっとこれと思う女は手に入れてみせるそこへ土器の破片に水をすくってきた男が、親分水を口を割って含ませろ姫はかすかにうめいて星のような瞳を見開き、自分を取り巻いている恐ろしい人間どもの顔を悪夢でも見ているように見回していた。生きている士郎がつぶやくと手下どもが。 どっと腹を抱えて笑った。その声は、雲間から吹き落ちた天、風にを足す犬、犬足す犬、第四水準2の92の41、釜のどよめきのように、姫のうつつを驚かしたに違いない。姫は、ひいっと魂の声を上げて、四郎の肩を突きのけて走りかけた。どこへ行く四郎は、もう掴んで。姫、もう諦めなければいけない。落ち着いて、俺の話を聞け。誰ぞ。 来てたまものも姫は泣き震えた黒髪は風に立って姫の顔をすだれのように包んだ8それよりは少し前に清水坂のもとを松原の方へ曲がって三陀堂の森からさらに野を横切ってくる2つの人影がある死の半円の木とを案じてさまよっている聖前坊と革命の2人で革命あれではないかなどれ向こうの名はて いかにも、松明の明かりらしいのを急いで行くと、果たして、牛舎に3、三、四人の老頭が付き添って、西へ向かっていくのであるが、どうやら道を迷っているもののごとく、自信のない米社の足取りが時折立ち止まっては、しきりと不安な顔をして、方角を案じているのである。うかがい申すが、不意に、こう、革命が声をかけると、車のそばの目が一斉に振り向いて、何か、と、鎌倉言葉で強く言った。 車のうちにおわすのは、もしや、商工員の御門関様ではござりませぬか、すると、つられのうちで、おうと、半円の声がした。おしさま、生前坊は、そばへ駆け寄って、酔いの火事騒ぎや、諸々を探し回ったことを告げ、なぜ、いつもにもなく、かような道へお回りなされましたか。これでは、いくらお迎えに参っても、わかるはずはございませぬ。いや、西の党院から、東の王子は、何やら、六原に異変があって、 往来を止めてあると、のことでとで送ってきた従者が答えると、生前坊は、不審な顔をして、はて、あの王子は、つい先ほども行くたびとなく、死の房を探すために行き帰りしたが、何も、さような気配はなかった。でも、明らかに、役人が辻に立っていて、そう申すので、やむなく、並木から、この縄手へ出てきたが、慣れぬ道とて、一向分からず、工事じ果てていたところ、お弟子衆が見えられて、ほっといたした。 ご苦労でござったと、各名も共に、礼を述べて。これから、先は、我々両名でお供して、起因に立つほどに、どうぞ、お引き取り願いたい。では、牛舎はそのまま召されて。明日、ご返上申します。いや、増式を使わして、いただきに参らせる。それでは、お気をつけて、送ってきた鎌倉舎の侍たちは、牛飼いも連れて、そこから戻ってしまった。おぼろなのの中に牛舎を止めて、師弟は、 のの火事の噂だの、ホームシロの様子だのを話し合って、しばらく、春の夜の静寂に方針を楽しんでいたが、やがて、革命は、牛の手綱を握って、兄弟子、そろそろ参ろうじゃないか。行こうか。急に安心したせいか、すっかり、落ち着き込んでしもうた。牛は、わしが引こう。いや、わしの方が、慣れているぞ、革命は、猛戦に歩いていた。続いて、 にに濡れれて汚れた木が重たげに出すそしておよそ3、市長ばかり、元の道へひん回して、並木の入り口が彼方に見えたかと思うころ、革命は足を止めて空の音でも聞くような顔をした。9、耳のせいかなと革命がつぶやくと、なんじゃ生前坊も立ち止まった。すると、今度は明らかに、たか、のか、広い夜霞みの中で、 笛の叫ぶような女の声が流れていった。あっ、車ひさしへ、すだれを上げて、半円も遠くを見ていた。何者かを、その目が見届けたらしく。不憫な、と言った。そして、あれはまた、里の女が、悪いものにかどわかされていく鳴き声ではないか。鎌倉殿の世となって、世は定まったように上辺は見えるが、民事は少しも行き渡らず、依然として、悪者は調量し、善民は虐げられている。 眉を潜めて投げかわしげに行ったが、途端に、革命は、手綱を、牛の背投げ打って、救うて取らせましょうすぐ走って行った。生前坊は、死のそばを離れることは不安だし、革命一人ではどうあろうかと、しばらく、佇んだまま見ていたが、おぼろ中に消えた友の姿は、容易に帰ってこなかった。人を救うもよいが、革命は、言うに流行るのみで、一人を救うが、ため千人をも殺しかねない男じゃ、生前坊、見てまいれ半円も 心もとなく思われたか、車のうちからそう言った。では、しばらくお一人で言い捨てると、彼の体も、鶴から放たれたように早かった。包みの裾を流れる小川を飛んで、まだ、冬草の足元に絡みつくのを、一山に走ってゆく。行くほどに、やがて、罵のる声だの、獲物を撃ち合う音だのが、明らかに聞き取れてきて、雲も月夜の白い闇を、身を低めて透かしてみると、革命奉仕ただ一人に、およそ14、 5名の長田の者が、諸声合わせて挑みかかっているのだった。女性に来たぞよ、革命近づきつつ、生前坊は、身をてして、悪人たちの中へ割り入ろうとしたが、その時突として横合いに傍観していた一人の男が、野中の一本杉の根本から、ついと、彼の前へ寄ってきて両手を広げ、彼をして、革命の女性をすることを不能にさせてしまった。己も、賊の組か、前に立った人影の真っ向へ、拳を固めて一撃を振り下ろすと、相手は、 ひょうとして、身をかわしながら、てめえは、生前坊だなやや、あまぎ郎を忘れはしまい。おおなんで忘れよう、己とあっては、なお許せぬ。邪魔をすると、気の毒だが、命がないぞよ、常と違って、今夜の仕事は、大事な玉だ。見れば、一本杉の根元には、彼らがここまで担いで走ってきた姫の体が、用心深く縛りつけてある。その姫の顔には、 声を出さないようにサルグツが噛ませてある10正義を踏んで立つせには物心がある。ナムッと言って、生前坊はむしゃぶりついていった。どこの女房かわからぬが、この悪人の餌にさせてはならぬ。今もって、悪号を行くとし、京都を中心に、近畿一帯を荒らし回る浄土の賊天城城の家にさせてなろうかと、相手の正体を見、被害者の傷しい姿を見ると、彼の怒りは、家が上にも燃えて、 ナムっんで倒さんとすると、四郎も、満身をおこにくに膨らませて、うぬナム、うぬ死力と死力とでもみ合ううちに、物心の女性も、この魔物の悪運には、利益も施すすべなく見えて、あっと言った途端に、生前坊の体は、大地へめり込むように叩きつけられていた。四郎はすぐ飛びかかって、どうだ、この野郎馬乗りになって、彼の体にまたがり、担当を抜いて、切っ先を儀しながら、 普段から望んでいる正方浄土へ立たしてやるすでに刺されたものと、生前棒が観念した時である、彼方の大勢を、ただ一人の腕力で、雲のこのように蹴散らした太陽棒革命が、ふと振り向いて、己に投げたのは、彼が、賊の手下から奪って、賊を痛めつけていた、金輪のはまった菓子の棒であった。当たったら、四郎の頭蓋骨は粉になっていたろう、四郎は、しかし、はっと、首を前へかがめた。棒が、ぶンとうなって、背中を越してゆく。 それと、生前坊が足を上げて、下から彼を跳ね返し、また、革命がかけてきて、四郎の肩を強く蹴ったのと、三つの行動が、紙一筋の差もない一瞬だった。しまったというような意味の言葉を、何か、大きく口から漏らしながら、四郎の体は生前坊の上を離れて、亀のこのように転がったが、そこで羽をきたり、土を掴んだりするような尋常な人間ではなかった。蹴転がされると、そのまま、自分の意地も加えて、 どこまでもゴロゴロと転がっていって、四五軒も先へ行ってから、ぴょいと突っ立ち。やい、半円の弟子どもと、こなたを見て言うのだった。よくも、邪魔をしたな、忘れるなよ、呪詛に満ちた声で、こう言い捨てると、まるで、印を結んで姿を切りにする術者のように、影は、の勢え風のごとく走っていった。十一女性、もうご心配はない。我々は、商工員のものじゃ、お友達もわそうに。 どうめされた。追って死んぜる、背に寄すがりなされ、二人のこういうくわりの言葉さえも、姫の耳にはっきり入っているかどうか、姫は、気もなえて、ただ、向けられた革命の背を見ると、わなわなと古きつつ、しがみついた。二人は、死の房の牛舎のそばまで戻ってきて、お待たせいたしました。やはり、参らねば、一人の女性が、悪人の煮えになるところでした半円は、車から差しのぞいて、どこのお方か。 まだ聞いてみませぬ。友の人でもおらぬのか。いるかもしれませんが、見当たりません。いずこまで戻るのやら、おうてもまいでまい、わしが降りてやろう。おしさまはお歩きになりますか。うむ、もう、半円は足を下ろしていた。姫は、疲れきった意識の下にも、何か、気兼ねをするらしく見えたが、革命のせから、車のうちに移されると、初めて、真に安堵をしたらしく。ありがとう存じまするかすかに言ってまた。 西の東院の並木まで行けば連もあり、友もいるはずでございますから、お言葉に甘えて。お気遣いなさるな、牛舎はすでに揺るぎでした。半円は、何か空想にとらわれていたらしく、牛舎が回り出したのに驚いたかのような様子をした。そして、それに沿って歩み出した。しかし、姫の言う並木まで来ても、姫の従舎は誰もいなかった。ただ、一両の蒔絵連が、道端の流れの中へ、片方の木を落としてかしいでいた。 誰も見えんわ。女性、お住居は伊豆こで終わすか、事のついでに御門前まで送って取らせようと、死の房が仰せられる。伊豆方の姫君か、教えられい革命が、車のうちへ言うと、月輪善光の即女ですとかすかにうちで言う。え、驚いたのは、革命や生前棒ばかりではない、半炎も意外であったように。では、あなたは、月輪殿のご即女、すると、あの玉姫でいらっしゃるか。はい、だいぶ落ち着いたらしく。 はっきりと姫は答えた。やはり、仏典のお指図じゃった、道に迷うたのも、我々が、死の房を探し求めて行き合わせたのも。なんと、不思議じゃないか、生前坊は、革命と顔を見合わせて、そう言った。少蓮院の僧城の命に当たる姫の祈願を、僧城のお弟子に当たる死の房が救うということは、そもそも、どうしてもただの偶然ではない。仏縁のほかのものではない。ありがたい大事の奉行に勤めさせていただいたものであると。 二人は涙を流さないばかりに喜びあった。十二、月輪の里まで送っていくつもりであったが、姫を乗せた牛舎が四、五丁行くと、彼方から一段の穂と人影とがかけてくるのと出会った。人々は手に手に松明をかざしていた。また、太刀の、長枝の、弓だのを携えていた。そして、こちらの牛舎を見かけると、怪しげな胞子、通すがと取り囲んでざわめいた。 聖前坊は、早く察して、もしや、おのおのは、月輪殿のお召使いではありませんか。さればじゃが、そういうところを見ると、お主たちは、姫君の身について、何か存じているところがあるに相違あるまい。姫は、どうしたか、存じよりもあらば教えてくだされい。その玉日様ならば、これからおかんへお送りしようと考えて、これまで参ったところです。おつつがなく、牛舎のうちにおいで遊ばされる嘘かと疑っているらしく。 はじめは、そういう生前棒の面をにらみつけていたが、やがて、前後の事情をつぶさに聞かされた上、姫のために車を与えて、車の側に歩行しているのは、証拠陰門アの半減であると聞かされて、月輪家の人々は、大地へ手をつかえて、知らぬこととは申せ、無礼の罪、お許しくださいませ。これこそ、新たな御仏の御加護と申すものでございましょう。菅のお喜びもいかばかりか。いずれ、改めてご挨拶に出向きまする。ああ。 ほっとした。ありがたいと言っても言っても言い足りないような感謝の声を繰り返して、人々は姫の側近くに集まった。革命は、うちの手綱を渡して、では、確かに、姫の実は、お渡しいたすぞ。はい。それではと、月輪化のものが変わって引いた。姫は、車のうちから、この車まで、いただいては、と、遠慮していった。どうぞ、そのまま半円は、姫の顔を、 前よりも鮮やかに見た。姫は涙でいっぱいになった瞳で頭を下げた。その黒髪の銀冠ざしはもう揺れ出した木にさんさんと動いていた。召使いたちは何分にもおかんの心配を一刻も早く休んぜねばと急ぐように、車の返却や例の言葉は明日改めてとばかり先を焦いて引いていった。回る輪の光を早く描いて、木は白い道に二筋の跡を残して遠ざかった。霧 霧と、朧ぼな闇に消えてゆく車の音に、半円はいつまでも立ちすくんでいた。恐ろしい力が、今、自分の信念もいや生命までも、肉と魂とを引き裂いて、胸の内から引っ張ってゆくのではないかと気づいて、立然と、我に回った目で、うんもぐもりの月を探した。牡丹の使い。1、冷たい円座に身を置き、冷たい机に肘を寄せ、半円は、何かの筆を取っていたが、 その筆を投げるように置いて目を閉じた。眉に一筋の針が立つ。軽く頭を振り動かしている。そしてまた、筆を取った。無我になろうとする、無双の境に入ろうとする、斜経の一時一時に、筆の穂にあらゆる性を込めて雑念を捨てて。怖いような横顔であった。筆の軸にかけている指の節々にさえ、異様なものがこもっているように見える。小僧図様、五門関様。 御社迦中を恐れ入りまするが、ちと申し上げまする。傍観の木端民部である。最前から、後ろに両手を使えて、木を見ているのであったが、容易に、半円の耳に入らないらしい。で、少しすり寄って、かしこまるかしこまる声を言うと、何か、と、半円は顔を向けた。きっといるような目を向けた。お客殿に、あまりなごをお待たせ申し上げておりますが、誰がと、考えるように言う。これには 民部も、ちょっと意外な面指を示した。火山院の金たちが、いつぞやの相乗の件についての例に来ているということは、もう半時も前に取り継いであるのにと思ったが、もう一度改めて、火山院のご金たちが見えられて、先ほどよりお客間にいらっしゃいますが、そうそう、そうであったな。お通し申し上げましょうか。いや、待て。今日は、半円、なんとも体が優れぬゆえみと、ようお詫びして返してくれい。わ ではお会いなさいませぬので。なんとも、哀悼ないやむを得ず民部は仕下がってゆくのであったが、いつににきないこともあるものだと思った。逆に接するのに、こういうわがままなど言ったことのない繁栄である。それに、この数日来というものは、語気にも下のような、厳しさと小さたる態度があって、ほとんど人をも近づける激しさが眉に現れることがある。死の君は、近頃、どうかなされている、それは民部のみが感じるのではない。生前亡も言うし。 あの神経の荒い革命でさえ気づいている。いや、気づいていることは、半円自身が誰よりも知っていた。そして、こういう自分の焦燥を、自ら帰りて口惜しいとも浅ましいとも思い、あらゆる行によって、この賞達を克服してしまおうと努めるのであったが、意識すればするほど、かえって心は乱れがちになり、あらぬ者の,の方へとらわれてしまうのであった。こういう現象は、つい7日ほど前の夜からであった。あのの夜以来半円の瞳にも 心にも、常に、一人の家人が住んでいた。追おうとしても、消そうとしても、家人はそこから去らなかった。そして、ある時は、夢の中にまで忍び入って、藩炎の肉体をよもすがら悩ますのであった。二、一日ごとに春は熟れてくる。半縁は、狂わしい目で外を見た。商工院の庭は、けんらんな刺繍のようだった。蓮行の真っ黄色な花が、瞳に痛い気がする。 木蓮の花の白い女の肌にも似た姿が、意地悪いこぎのように彼には見えた。何を見ても触れても、甘酸っぱい春の蜜を称えている自然である。蜂も、鳥も、猫も、恋をしていた。人間も、その自然の下にあるものなのに、半炎は、自分に宿命した自分の秘密を、時には、不幸な胎児のように、不憫に思うことがあった。絶対に、この世の光をよく見させることのできない秘密の胎児。 生まれ出る約束を持たずに出命した暗闇の希望、こういう反問に、彼は、打ち勝とうとすればするほど、人格の根底から崩されてしまうのだった。たまひ、思わず、口の内でこう呼んでみて、せめてもの心やりにすることすらあった。熱い息の中で、たまひ、と、声なく言ってみるだけでも、いくらかの苦悶の慰めにはなる気がしたが、とたんに、事故の姿を振り向いて、証拠陰門が途半円という一個の人間を客観すると。ああ 手を顔に覆って、さんと御仏の前に罪を射したくなる。強い残機と、自責の仕事に、打って打って打ち抜かれるのだった。誰か、杖を上げて、この下道と肉の破れるほど、肉体が忌まわしい空想や欲望を抱く近くを失ってしまうほど、打ち据えてくれる人はないものかと思う。彼は、泣いて、仏陀の前へ走った。そして、ほとんど狂人のようになって図強した。また、一室にこもってしこりざした。 ダメ力も,も、そういう叫びが、雑念の底から盛り上がる。品川の大使堂に、英山の床に、あの幾とせかの苦行も、今は、何の力の足しにもならなかった。まぶたを閉じれば、まぶたの中に、心を沈めれば、その心の波に、空を仰げば、空の愛の中に、玉日の姿が見えてさらない。いっそ、僧侶にお打ち明けして、僧侶のお叱りを受けようか、とも考え、また、なんとの各運僧図のもとへ行って、 ありのままに訴えてみようかとも、いくたびか思い悩んだが、商工員の門跡という地位が許さないことだし、彼自身の性格としても、自分の力で解決しなければならない問題だと思うのであった。そして、この苦問を克服することが、自分を完成するかしないかの境目であるとも考えていた。いかにして、精神が肉体に勝つか、信仰が肉体を服従させきれるか、彼は、28歳の青春とオなその血液と、どうしたら。 灰のような冷たいものにさせてしまうことができるかということにこの3月を大脳のうちに暮れしていた。3東山に雲が低く降りていた。白く乾いた道に埃が舞う。おうひどいどこかの奥使いらしい中年の女が立ちすくんでもを抑えた。落下を巻いていくつむじ風が女の胸に抱えている風のボタンの葉を手へんたすれつ。 第三水準1の84の7ように強く吹いた。道女、道女、傘をさしてたまものも、風が過ぎると、もうパラパラと雨がこぼれてきた。絵の長いやめ色の大きな傘を、道女は後ろからかざしかけた。証拠院はまだかの。あの白い壁の帝がそうではありませんか。雨は小粒になって、風も止み、雲も切れて、湯気のような春光の中に、どこかで泣くうぐいすの声がしていた。道場は、濡れた傘をたたんだ。 そして、商工員の式台へかかって、お頼み申しますと言った。防寒が出てきてひざまずいた。そして、女の姿と、ボタンの枝に目を見張った。女はしとやかに、私は、月輪善光の奥に仕える万のと申すものでございますが、御門関様へお目にかけたいとて、紫のボタンを、一枝、お姫様のおし集で持参いたしました。また、この御書面は、おふくんの善光様からのお墨、み。 お返事をいただけまますすれば幸せに存じますどうぞよしなに、おとつぎを、と、母官に添えて、書面を差し出した。ぼうは、木畑民部へ、そのよしを告げた。民部は、月輪からの使いと聞いて、どうぞご休息を、と、万能、控えの間へ通した。これはお見事な、と、母官を眺めて、民部はつぶやいた。花はまだ開いていないが、雨に濡れた葉の色が美しかった。 早速、半円の室へ、民部はそれを持って行った。半円は、姫からの贈り物と聞いて、眉に、喜びをたたえた。書面を一読して、すぐ、返事を認めた。そして、使いを返した後で、自ら、白磁の壺を取り出して、それへボタンをそうけた。あの人の姿のままだ白磁の水際から、せいせいと微笑んでいる枝ぶりを眺めて、半円は、その日の憂鬱を忘れていた。前方からの書面には、 いつぞやの霊を尽くしてあった。玉姫の難を救ってもらったことが、父として、どれほどかありがたく嬉しかったものと見えて、その霊の使者は今日ばかりではない、少年院の相乗を通じたり、直接に家臣を向けてよこしたり、あらゆる感謝の意を示したのであるが、半円にとっては、今日のボタンの一枝ほど嬉しい贈り物はなかった。しかし、それでも、まだ、善行は、恩人に対しての誠意が表しきれない気がするものと見えて、今日の書面では、ぜひ、 少年院の僧上とにに一度間に遊びに来ていいたただきたい何も、ご歓待はできないが、月輪の桜も、今が、盛り、月も、この頃は夜は分けてもよし、折から、珍しい琵琶法師が難波から来て滞在しているから、平家の一曲をお耳に入れ、姫や自分からも、親しく、先頃のお礼を申し述べたい、という根切な招きなのであった。半円はいずれ、僧女と相談の上でと返事したが、心は、無論行くことに決めていた。 1>, 峰や見語り1吉野の桜はもう散って吹雪になっていたが、月輪の里の八重桜は今が見頃だった。雪のように小連に積んだ厚ぼったい花は、黄昏とともに墨のように黒ずんでいたが、やがて宵月の影が、その花の芯に忍びいる頃になって、バンダの桜が青銀色な光を持って、さわさわと乾いた音を、風の中に揺り動かした。今宵の客人は、姫の生命の親じゃ、そりがないように、と。 月輪の間では、禅皇をはじめ、家族たちや召使いの端までが、細かい気配りを持って、門を清掃して、待っていた。やがて、一両の牛舎に、二人の客が同乗してきた。無論、半円と禅相乗である。お待ち申しておりました家臣は、列をなして迎えた。禅皇は式台まで出迎えて、ようこそと、自ら客殿へ導いてゆく。前の摂政太政大臣であり、 玄白の住職にまでなった善光金覚めの住居だけあって、その、豪壮な庭構えや室内のちょうどの贅沢さには、目も心も奪われるような心地がする。繁炎は、数年前に、死の僧侶と一ともに、一度ここへ来たことがある。その時は、見る影もなく痩せを衰えて旅から帰ってきたばかりであったし、自身も、まだ名もない一学徒に過ぎなかったので、ここの家臣たちは、誰も、その時のみすぼらしい若奉仕が、今宵の主客であるとは気がついていないようであった。 大勢の侍女たちと一緒に何か遊戯をしているところへ着合わせたので、自分にも目隠しをせよと言って困らせられたことを、半円は今ぼんやりと思い出していた。その姫は、まだ顔を見せなかった。たくさんの職の間を、美しい人々が、高槻やら前やら配って回る。皆一門の人々であろう、半円と僧乗とを中心にして、十人以上の人々がいながれている。酒は参られるのか、まず、主客の藩園に、前からめると、 半炎は、いただきませぬと、はっきり言った。そうなので、無下には進めなかった。宗庄は少しは好む口なのである。それに、主の善行とは骨肉の間柄ではあるし、ここへ来ては、何のわけ隔てもない。半炎のいただかぬ分は、わしがちょうだい妄想。今宵は、お志に甘えて、堪能するほど飲もうと思う。帰りには、車のうちまで買い込んでもらいたいものだ。それだけは頼んでおくぞ。宗庄は、そう言って、 いかにも帯紐を解いたような様子で、杯を重ね始めた。単語も、今は遠征して、老後を楽しむ境遇である。こういう夜は、客よりも、彼自身の生活の膨らみであった。少年インドの、それでは、主客転倒というものではないか。何半円には、料理をたんと出しなされ。半円ごぼう、どうぞ、お箸をお取りくだされい。いただいています、僧庄の、こういう自由なお姿を見ているのは、 私として、何よりの地層に存じます。また、羨ましくも思われます。ははは、半円が、何か言うとる僧侶は、もう、当然と主戦の中の人だった。二、姫が見えぬが、と、やがて僧侶が尋ねた。月輪善光は、自身を顧みて、まだ支度か。客人もお見えになっているのに、と、つぶやいた。お伝えして参りましょう、自身の一人が立っていった。 花明かりの廊下の彼方へ、その姿がおぼろになってゆく。廊には、火の入った釣り眼碑が、いくつとなく連なっていて、その奥まった一室に、姫は、とばりを深く垂れて、化粧をしていた。湯殿から上がったばかりの黒髪は、まだ濡れていた。同女たちは、柳浦の五つごろもを着た彼女の後ろにはべって言いつけられる用事を待っていた。次女の万野は、姫の黒髪の根に、キャラの甲を、ひたす、シ子か。 第3水準1の87の40、着込めたり、一筋の乱れ髪も見逃さないように、櫛を持ってすいたりしていた。やがて、姫は鏡を置いた。そこへ廊下からの声が、お姫様、おじくんにも、お客人にも、お待ちかねでございまするまんのがすぐ。はい、もう伺いますと答えた。窓から、花明かりの風がさやさやと流れ込んで、姫の黒髪を乾かした。お姫様、それでは促すと、玉日は、 静かに立って、道場や万ノと連れ立って、自分の部屋を出た。そして、客殿の輝かしい明かりが、池殿の泉に映って見えてくると、玉日は、立ち止まってしまった。万野が振り向いて、お姫様、どうはそばしたのですか、姫は、がの柱へ顔を隠して、何やら、おもはゆうなった。まあ、何のおもはゆいことがございましょう、おうちはのほうばかりですのに。でも、がんの上から、 白い花びらが一ひらがのように舞って、姫の黒髪にとまった。万野が手を伸ばす前に、姫は自身の手でそれを取って、指の先でもてあそびながら、私がご挨拶に出ないでもいいのでしょう。おふくんから、よく、お礼を言ってくださるから。そんなことはなりません、万野は、姫が、いつものわがままを出して、だだをこねるのであろうとばかり受け取っていたので、ややうろたえた。さ、参りましょう。なんで にに限って、そんなしうち遊ばすすのですか。むわけではないけれど。では、よいではございませぬか、手を引くようにして、万のと姫とが、客殿の方へ近づいてゆくと、目は焼く、おじの僧侶が、見えられたな、さあ、ここへ来い、わしのそばへ、と、さし招く。僧侶の目には、玉姫が、いつまでたっても、無邪気な少女としか見えなかった。今になっても、時々半減を子供扱いするように。 玉も幼子のままに見て、膝の上へでも乗せそうに呼ぶのであった。三、僧侶が戯れでも言わなければ、誰も座を和らげるものはなかった。姫の瞳は、まばゆい者の,の前にあるように、絶えず不向きがちであるし、半炎も口数を聞かないのである。ことに、肝心なその主客が酒をたしなまないので、善行は、今日のしらけるのを恐れるように、しきりと、自ら調子をとって、杯に心遣いをしたり。 世事の噂などを持ち出して話題をにぎわせたりしていたが、やがて、側の者に何かささやくと、その家臣は、がんのどこからか、一人の盲目奉仕の手を引いて、この客殿へ伴ってきた。これは、近頃名高い琵琶の上手で、南という奉仕です善行が、紹介はせると、盲目の南奉仕は、与えられた席へ琵琶を抱えて、物静かに座って、目前と頭を下げた。もう五十日か,かろう、長い眉毛には霜が見える、深くくぼんでいる目は、針のように、 細い線があるだけだった。盲人の癖として、首を少しかしげたまま、客の様子やともりの数や、自分の位置が、どういうあたりにあるかを噛んでみているらしい面持ちであった。見悩みと言われるか、僧侶が尋ねると、はい声の方へ頭を向けて、かような鬼人の恩前に召されまして、妙画の至りでございます。酒は飲むか。昔は過ごしましたが、この頃は、目は少しも見えぬようじゃな。豪の報いでございましょう。 幼少からいいえ、十年ほど前からでございました。いかなる病毒を受けましたやら、ほとんど一夜のうちに目がつぶれ、その当座は、全く、世の中が闇になったように思いましたが、シュンブル,ルに従って不便も忘れ、いささか好む琵琶を引いて、なりわいといたし、こうして、花につきに、風のままに召されるところへ参じては、ご宴の卿を助け、一人になれば、琵琶を妻ともことも思うて暮らしておりますと、いっそ、目が開いて、 ご欲の煩悩に苦しんでいたときよりは、心も清々として良いように存じまする。ははは、要したもののう行は、半円へ向かって、なぞ曲を望んでやってください、当局も弾くし、平家も歌う峰ミ,ミは、手を振って、なかなか、当局などは、と謙遜した。半円は、曲を聴くことも望ましいが、もっと、この奉仕の、身の上や、また、目が見えぬ人間の生活が聞きたかった。だが、峰ミは、 客がうまぬうちにと思ったか、琵琶を抱え直して、早くも、弦を調べにかかる。四弦の響きがすると、走りしていた侍たちだの、次の間にいた道場や召使いまでが、席へ近くにじり寄って、みんな耳をすましていた。四、琵琶のエビオに手をかけて、四つの弦のひねをしきりと合わせていた峰網は、やがて、調べの音が心にかなうと、やや、顔を斜めに上げて、客か主人かが、所能の曲を言い出すのを待っているような様子であった。 そこで、僧侶が問いを入れた。奉仕。はい。そちの琵琶は塔作りのように見ゆるが、やはり白菜物か。いいえ、古くはございますが、日本でできたものでございましょう。名、ね、に、差がとありますゆえに。それに、空琵琶は、多く、銅をかりで作りますが、これは、日本の菊琶でございます。日本に琵琶の渡ってきたのは、いつの頃からであろう。さよう峰網は、見えない目を芝たたいて、 要存じませぬが、水古町の時代、い妹子が隋の国から持ってきたと申す説、また、人形帝の御代に遣唐使藤原定俊が学んで記帳したのが、始まりであると申す説といろいろに言われておりまするが、いずれにしても、天平の頃からあったということは、弘明皇后から東大寺へご寄進なされました御物を拝見いたしましても、頷けることでございましょう。本町で、琵琶の上手といわれる人は、 ただいま申しました藤原定俊京や、宇田じめ氏の曽厚み親王。また、親王の蔵式で、名高い蝉丸。東大では、恐れ多いお噂でございますが、高倉天皇の第四の王子、上皇となり遊ばしてからは、ごとがいんと申し上げている。あのお方ほどな達人はまずあるまいと、下々の表でございまする前行金々はうなずいて、いかにもと、相づを打った。峰網は問わず語りに、私などが存じ上げた、沙汰ではございませんが、世評によると、 ごとイんと仰せられるお方は、よほど秀才だと申すことです。新古今和歌集の線をご最低遊ばしたり、古実の高級にもお詳しく、武道に長騎牙と蹴鞠は、ことのほか優れておいで遊ばすそうで、分けてもしもじもの驚いているのは、絵なども、普通の画校などは、遠く及ばないものだと申すことでございます。その後とイんはまた、ご希少の優れておいで遊ばすだけに、今は亡き源の義経公とは、大層お心があって、勤労の志の厚かった義経を、 未だに時折、御側近の方々へ嘆きをおもらしなさるそうでございます。そして、頼朝公の亡き後との北条一族の戦王をご覧ぜられ、武家幕府のおごりを憎みたまい、やがては鎌倉の末路も久しからずして、公ぞよという風刺を含めて、善治雪長に明治鉄帳を作らせましたのが、このごろ、しきりと謳われる平家の曲でございます。上皇は、それを、政仏という盲人に作曲させ、民間へ流行らせることまでお考えになりました。 そのお心は、中高な道の説備を教え、おごる者の末路を戒められましたものでございまして、私の語るところも、実は、その聖仏から教えを受けたものでございますゆえ、まだ、糸にも歌にもなれぬ説が多いので、さらめし、お聞きづらかろうと思うのでございます。五、職がしらじらと、身悩みの肉のそげた方に揺らいでいた。人々は、平家の曲が近頃流行していることは知っていたが、ごとが院のお心に、そういう深いお考えがあることは、 誰も初めて知ったようであった。僧侶は、そばにいる藩炎を指して、これにいる小僧図藩炎は、今峯亜美の言うたように、後鳥羽院より、格別な長宮を賜うた義経公とは、また、いとこの間柄じゃ、院のお心を忍び参らせ、また、今宵の主客とは、ゆえんも深い平家の曲を聴くのは、何よりの地層に思う。法師殿、早速に語られいと言った。源家の英雄寺義経と、ここにいる藩炎とが、またいとこに当たるということは、 善行のほかは、みんな初めて聞いたらしく、主客の単元な姿に改まった目を、そっと向け合うのであった。つつましく食を羞賃でいる姫の瞳さえ、深いまつげの影から、まばゆいものでも見るように、半円の横顔を見たようであった。みなやみは、かしこまりました、一礼して、罰を割り直した。四円をピタと構え、胸を正しく伸ばすと、芸の威厳といようか、鬼人の前も忘れたような彼だった。このとき、異界や検問も、 ゴミのようなものでしかなかった。死因と静まる人々を平明して、祇園少女の鐘の声、諸行無常の響きあり、皿ジュの花の色、少女筆衰の理を表す。溺れる者久しからず。ただ、春の夜の夢のごとし、猛奇人もついには滅びぬ。ひとえに、風の前の塵のごとし、遠く、胃腸をほうぶらに、真の長江漢の大猛、 ハリノシュ、オノレ、キョウ、第三水準一の八十四の十八、等の六山。九種洗脳のせいにも従わず、楽しみを極め、いめをも思い入れず、天下の乱れをも悟らずして、民の憂いも知らざりしかば、皆久しからずして、まじにしものどもなり、近く本庁をおもんばかりに、峰屋の顔は怪異にさえ見えてきた。バチは四言をはね、菊はの銅を、恐ろしい力で叩いた。 彼は、もう、芸以外に、何者も天地にないように、額に汗を光らしてくる。聞く人々も、彼の芸の中に引き込まれて、我に回ることができなかった。かの博楽天の美貝きの話を、三水たす、糞の作り、皿、第四水準2の七十八の九十、甲の古城に聞くような気持ちにとらわれていて、その間は、無心な投下さえ、うっとりとしているのであった。間近くは六原の入道。先の太政大臣平の阿損。 清盛公と申しし、人のありさまこそ。死も筆愚かよ、九羽、ね。その先祖を尋ねれば。桓武天皇第後の王子。葛原新王九代の行員。曲は進み、夜は更けていった。人はあるがないように。ただ、落下の影だけが、暗い瞳の外に舞っていた。六。平家の曲のタイブを残らず弾くとすれば、夜の明けるまで語っても、とても語りきれる長さではない。南は、 その大部なものの要所だけを縫って、巧みに、平家一門の華やかな一時代と、幾多の儚い物語とを綴って、やがて、屋島から壇の浦の末路へまで語り続けてきた。新田は日頃より、思いも受けたまえることなれば、鈍色の二つごろもかづき、練り袴のそば高く取り、神事を脇に沿うばさみ、宝剣を腰に刺し、紫状を抱きまいらせて、聞き入っている人々はいつか、目に、 涙をいっぱい持っていた。青い海面に逆膜うずしの間に漂う海だの、やだのひ王義ぎだの日の袴だのが、痛ましくまぶたに移ってくるのであった。そして、おごり栄えた一族文様の人々の末路を悲しいとも、哀れとも思ったが、涙は、その人々にこぼしているのではない、等しく、同じ運命の下に置かれている人間というものの自分に対して、無情を感じ、即々と、己の明日が考えられてくるのであった。我女なりとも、 敵の手にはかかるまじ、史上の悟空にまいるなり、ご志重いたまわん人々は、急ぎ続きたまえやと、船形へぞ歩み出られける、発祀と、バチの音、聞く者の魂をさながらに身震いさせた。大言は、口たすそう、第三水準一の十五の十六、として九のように、証言は、節々として、死後のごとしという形容のままだった。そして、 4つの糸が突然断れたかと思われるように、バチが止まったと思うと、曲は終わっていたのである。峰屋は、まるで雨を浴びたように濡れた顔になっていた。バチをみぞおちに当てたまま、大きな息を全身でついている。ああ、誰とはなくみんなが言った。我に回った顔なのである。口々に、峰屋の技を褒めたたえた。しかし、峰屋はにんやりともしなかった。つたな,ない曲を、永遠とお聴きくださいまして、ありがとう存じまする。 それでは下がらせていただきます早速、琵琶を抱えて、席を滑ってゆく。いかにも天端な様子が、一層、人々にゆかしく思われた。彼が去って、人々が雑談に入りかけたので、半円は、そっと席を抜けて庭へ出ていた。庭は、境がわからないほど広かった。花明かりの下、彼は、まだ恍惚と立っていた。背に、木の幹が触れたので、そのまま体を持たせかけていた。 チラチラと、瞳の前を、白いものが遮って振る。手を出しても捕まらない幻のような気がするのである。心の内にも、それに似た幻影が離れなかった。姫の眉湯である、唇である、黒髪である、どうしても打ち消すことができなかった。熱病のように、何か、大きな声で、物を口走りたいような衝動が、じっと物静かに立っている彼の内部を激しく駆け回っているのだった。ゼクーゼクくうめくように言った唇は、 すぐ歯で噛み縛っていた。拳を二つの胸に組み合わせて、苦しげに闇へ闇へ歩み出している。たった今、無情感の大部な話を聞いたばかりの耳は、彼自身でもどうにもならない若い血で、火のように熱くなっていた。あっ、粗骨をいたしました。どなた様か、ごめんくださいまし先で早くも避けたが、肩の端をぶつけてしまった。それは、盲人の皆闇の声であった。七。 最善の琵琶法師殿か。あなたは、半円僧図でいらっしゃいますなそうです。良いところでお目にかかりました。ちと、話したいと思いますが。私に、いけませんか。なんの、どうせこうしている鬼です峰網は寄り添って、私の今夜の琵琶は、お聞きづらかったでございましょう。そんなことはない、今日に入って聞いていた。いや、そうでございますまい。盲人の勘にはわかります。 また、自分の鉢にかけている糸の勘でも分かります。今夜の主客は、時々空耳になっておいででした。クライドの味を覚えず、聞けども音をわっきまえず、そういう空気を、時々、あの席で感じたのでございます。これは、私の断じる美話の技が足らないかと思って、額に汗をして語りましたが、やはりそうではありません。芸味は、すべて聞くもの、聞かすものが一体になったときに神に入ります。あなたのお気持ちが、 時々プツンと糸の切れたようにどこかへ離れていくどこへ行くのであろうと、私はひそかに心で探っていました。すると、私のいた左側から、とめぎの香りがプーンと漂ってまいります。あなたは、確かに、玉日様に、心を取られていたに違いありません。半円は、ぎょっとして、盲人のくぼんだ目を見直さずにはいられなかった。なんとズバズバとものを言う奉仕だろうか。 いや、それよりも怖いような六官の持ち主ではあるまいか。半円は、足を戻したくなった。すると峰屋美は、おかけなさいましと、月山の裾にある鎮の柱をなで、そこにある陶製の陶器将棋を進めた。どうぞ何か、抑えられているようで拒まれない。峰屋美は、自分も腰を下ろして、ありがちなことでございますな、私なども、と言った。そして、しばらく回顧的な面持ちをかしげていたが、実は、わしも、 元からの琵琶法師ではありません。これでも、以前は、然るべき寺院により、仏典にも一心を没し、何との赤額にも尽き、地震苦行もいたして、前後の床に、愚法の涙を流したものでござりましたが、ちょうど、五方ぐらいな年頃でござった。ふと、半生の苦行を、女一人に変えてしもうてな、女盆の罪に課せられ、無知の生傷を負って寺を追われましたのじゃ。それざいわいと、加古川の辺りで、その女と、女の死ぬ年まで暮らしましたがの。 さて、住み越し方をつらつらと思うに、女ある道、女なき道、どう違いがあろうか、あるとしているのは仏者のみではございませんか。それ、一郎南行道といい、一郎異行道という。おかしい峰屋みは一人で笑う。そして話も一人言のように。わしが目をつぶれたのを見て、世間は罰だというが、わしの身にとってみれば、黒い浄土じゃ、安心の闇とも言えよう。目が開いているうちは、なしがたい道を踏もうとし、 踏み滑ってはもらえたが、今では、すべてが、一色の盲目、淡々として、異業道をこうして歩いていますのじゃ、ははは。八。身なやみの顔に、一ひらの落下が止まった。手で払いのけながら、思うても、ご覧じ、どうして、この始末の悪い人間が、生身のままけぶつできよう。あのままじにいて、僧上になっていたのと、加古川の固い中で、女と暮らしたあげく女に、死に分かれて、盲目の芸人となって、 座教の席を漂白打て歩く今の境遇と、どちらが良いかは分からぬが、わしは、決して、後悔はしていない。少しも、現在に、不満と迷いはない。身を、南億行の床に置き、戒律の方位に心を固めていた時よりも、かえって、今の身の方が、物心に近い気持ちがいたすのは、一体どうしたものでしょうな年の生徒ばかりは考えられません。まだまだ、目こそ見えぬが、これでも、まあ、女性の側にいれば。 悪い気はしない男なのですから。半炎は、一句の答えもしえなかった。しないでも、皆々は、問わず語りに喋り続けるので、気づまることはないが、あまりにも恐ろしい話だった、という手耳を覆おうとすれば、かえって、自身を偽せく気持ちが自身を責める、忌まわしいような心があり、醜いと感じながら、自分にもあるそうだった。ははは、<laughs> 破壊層の繰りごとは、これくらいにしておきましょう。そこで、ごぼうのお考えはどうあるの 仏教も、近年はずっと進んできたようですから、ごぼうのような新知識から、わしらは学びたいと思うているがの。黒谷の法然上人など、なかなか良いことを申されるそうな、北峰の春梅といわれる商工院半円殿の女性に対してのお考えを伺いたいものじゃ。あるいは、戒律についてのご信念でもよろしい、意地悪く追求するのである。半円には、当然今日まで血みどろになって気づいてきた信念の砦があった。岩根のように堅固に、 あらゆる新機をここに征服するだけの備えも固まったつもりであるが、なぜか、この一盲人の、極めて平俗な問いに対して、きっぱりと、横島弁の舌を断って見せるような言葉が胸に出てこなかった。また、自分のことに回るが、わしが、ごぼうの年頃には、恐れ多いが、仏陀のご唇も女に似て見え、教文の総文字も恋文に見えた。夜が待ち遠い、秘密が親し,しい、抑止用とかかっても、血は、鉄の鎖も断る。 そんな風であったものじゃが、ごぼうのような秀才は違うものでございましょうかな。あの無言の山、冷たい寺の壁、そこに、そのお体を封じ込めて、何の迷いも苦しみも覚えませぬのかの。ないとは申されますまい。その覚えのないような人間に何ができる。釈尊もまた、一度はくぐられたムラではありませぬか。女間、女ホムラの踊りをする女間に取りつかれたような覚えはございませぬかの。僧侶が念慮しても、罪悪と言われることを。 この盲人は手のひらへ乗せて差し出すように平気で言う。肺炎は胸苦しくなった。奉仕。はい。恩義は、一体それを聞いてどうしようというのですか。別に、と、峰屋は首筋を伸ばして下を見た。どうするということもございませんが、あなた様に、後でお渡しいたす一品を、猿お人からお預かりしておりますので、ことのついでに、伺ってみたまででございまする。9。しかし、頼まれはしたものの、 その品を、お渡しいたした方が良いものか、悪いものか、迷わざるを得ません。半円僧図、あなた様には、思い当たることがございましょう。私に誰からお麗しいお方です。いやよしましょう。わしの半生がそうだったから、あなた様にもそうなれとはお勧めできない。人間の運命は、その人間自身が作るものだ。わしは、その品を、ここへ置いて行きますが、それを手に触れるなともお受けなされとも。 わしは申しはません。あなた様ご自身で、とくとお決めなさるがよろしい峰屋は、そう言って、たもとの陰から、一様の短冊を取り出した。何やら書いた方を下にして、将棋の上に伏せた。石を拾って、風で飛ばないようにするまでの綿密な心遣いを、この盲人はして立ち去ろうとするのだった。お待ちください、半円は、呼び止めて尋ねた。御美の峰屋という名は、美は思ってからの仮の名でしょう。その以前、寺に、 おいでの頃は、なんと仰せられていたお方か、差し支えなくば聞かせてほしい。さよう。恥の多い全身の名を申し上げるはおもはゆいが、実は、わしは、幸福寺にいた教信さやでおざるよ。あ、教信聞いたことがある。奈良では、かなり有名な人だ。学得剣美の僧のように言われていたこともある。それが、奈良の白拍子との噂が立って放逐され、晩秋の過去側で渡し盛りをしているということが、世間の笑い話になってから。 加古川の狂信さやといえば、唐楽荘の代名詞のようになって、学習や俗用にまで歌われたものだった。その狂信さやがこの人なのか、半円は、そう聞くと、この盲人が前に言った言葉も、もう一応考え直してみなければ済まないような気持ちがしてきた。だが、南の姿は、白いものの飛ぶおな木陰を、もうとぼとぼと、彼方へ去っていた。そして、彼のいた将棋の後には、一応の短冊が謎のように置き残してある。 目の見えるつもりでいた自分は、目の見えない湖に何もかも見透かされていた。彼の言うとおり、自分は、今、恐ろしい心の転倒を支えている。今日までの信念をあくまで歩み通すか、加古川の鞘のいった道を歩くか、その岐路に立っている。小石に押さえられている短冊は、赤霊王の,のように風におののいていた、誰の文字か、何が書いてあるか、半円の心も共におののくのであったが、彼は、見舞いと心で言った。 彼の強い情熱を、より強い知恵の光がねじ伏せるように抑止した。触れてはならぬものだ、彼はチンを出た。自分に打ち勝って、さらに高い自分へ帰着した爽やかな心持ちへ、夜風が流れた。すると、チンの後ろにでも潜んでいたのであろう、すぐその後へ回って、短冊を手に持って、追ってくる女があった。呼び止める声に振り向いてみると、それは、姫についている次女の万野であった。藩炎様、せっかくのお歌でございますのに。 後でで押して遊ばすまでも、どうぞ、見てあげてくださいませ。短冊を半円の手、無理に持たせると、万野は、逃げるように、落下の闇へ隠れてしまった。白磁を砕く。1、自分の血液の中には、今、かつて覚えない破壊が始まっている。半円は、ありありとそれを感じる。この2、3日の頭の鈍痛などが、その一例である。夜の熟睡を久しく知らないのも、その現象である。 瞳の裏がいつも熱い、試作力はすっかり乱れてしまった。これが自分かと改めて見直すほど、いろいろな変化が肉体に見出されるのだった。この反逆に負けては、と、強く意思してみる。しかし、数日前の月輪化の荘園から帰った後の状態はさらに悪くなっている。刻々と、意志は蝕まれ、信念は廃棄へ追い詰められていく、どうしようもない本能の押す力である。ぼんやりと空虚なものが、今日も彼を座らせていた。 他人が見たら、どんな鈍い瞳をしているだろうと、自身ですらも思う。で、病気と誰にも言ってある、来訪者にももちろん会うことは避け通しているし、第一仏陀の前に出ることが怖かった。朝の権行だけは、欠かせないものと本堂に座るのであるが、面を上げて、仏陀の顔を仰見えないのだ。やましいものの塊のように、自分をそこに置いているに耐えられなくなる。ご無理をなされてはいけません。どうぞ、ご病床にいてください。 あなた様お一人のお体ではない、幾多の学徒や主上の辛抱を追って、死とも、光とも、仰ぎ慕われていらっしゃる恩味彼こそは、と、呉さんの大徳や、一般の指揮者からも、触目されておいで遊ばす大事な恩味です。周囲の者は、極力そう言って、西洋を進める、全くの病人と案じているらしい。そして、生前坊も革命も、ともども、うれわしげに、朝夕、彼の回復を記念しているのだった。半炎は、 それを知るが、ために、一層、自責の紋燈に包まれた、彼らに対してすら、死として望む資格はないように思われてくる、あらゆる周囲の者のに対して、半炎は、今、全く羅針になって手をついてしまいたい。この身は欺瞞の塊であると。白磁の壺に、牡丹は、青春の唇を割りかけている、先頃、月輪の姫から贈られた紫のそれである。悩ましい小枠の微笑を、この花は、朝に夕べに、夜半の枕へも、 投げかけていたその笑みはまた、誰かの笑みとあたかも似ている、膨らみかけた花びらの肌の行為も。夕べも、その行為に、あくれて、自分は、越夕べからざる柿を越えた、一昨日の夜も越えた、世の中の人の誰も知らないことを自分はした、知る人は、姫と、姫の侍女の万のと、自分だけであった。ちょうど曇っていた、星すらも目を塞いでいた、闇の中に捨ててきた強音は完全に消されている、誰も知ろうはずはないのだ。けれど、待て。 三人のの他にに秘密を知ったものは本当いいないのだろうかあるような気がされてならない、どうしても、まだ、他に、何者かが一人知っていると思う。それは誰だろうと、半円はさっきから考えるのだ。すると、それは、やはり、自分の中にいるものだということが分かった。自分は、二つの人間になっていると気がついたのである。相反している二つのものが、半円という一個の若い肉体を借りて、心の内で、 血液のうちで、凄まじく戦っているのがわかる。そして、肉体の主は、沈面として、終日、白磁のボタンに、うつつな瞳を消耗したまま、青白い秘密の夢を見ているのだった。2、東山の夜は早く吹ける。36方の懐は、星の光も届かないで、酔い闇が深い。怖いと思い出したら、足もすくんで出ないのであった。万野は、姫の心を思うと、その怖さも忘れていた。 女心は、女でなくては理解できないものとして、彼女は、あえて、この暗い夜をものともせず、姫のために進んで、秘密な使いに出てきた。その使いを果たした後で、姫が、あの可憐しい、瞳に揺れし涙をたたえ、手のひらを合わせておがまんばかりに喜ぶが、ためにもし、おふくに知れたならば、自分が、すべての罪を負って、とまで、悲壮な覚悟すらしているのであった。それにつけても、男心ほど浅いものはないと思う。 次の夜には、必ず、また、訪れようと固く誓っていたのに、その人は、あれきり、ついに姿を見せないではないか。おとといも、姫は、夜もすがら眠らずに待ち焦がれて、おいでになった。夕べも泣いて夜を明かされた。女心は、女が知る、旗の見る目の方がつらい。憎いお人と、彼女は、そこの築地を見上げて、恨めしく思う。商工員の土かきは、万野の目に、鉄壁のように見えた。 江戸の闇と城下の闇とをいかめしく境しているのだった粒手を放って耳を澄ましている何の答えもないに爪を投げたそして築地の下にカズの影をじーっと佇ませていたはやなぎの緑が蛍のようにキラキラと光る確かにこの前はこの辺から今のように投げ打った粒手へすぐ答えがあったにと思うさてはやはり世の浮かれ男のようにこの前の言葉も嘘であったかもしれぬ 真に受けて痩せ細るほど信じている姫はいよいよご不憫である。もし、そういうことでもあるならば、つぶてのみでは済ませない、あからさまに表門を叩いて、男の告白を責めなければならない。万野は、イライラしつつ、もう一度と小石を拾った、小石は、柳の葉を散らして、統一築地の中へ音もなく落ちた。薄情な男へこぼす涙のように、何の反応もありはしない。どうしよう、当惑した顔が、仇のうちで短足をつく。 このまま虚なしく帰るとしたら、姫の泣き沈む姿を見なければならない。あの傷しい、失意の瞳が涙でいっぱいになって、物も言わずに打ち伏すかと思うと、万野は帰るにも帰れない心地がするのだった。彼女は半時も立ちすくんでいた。夜露が、風木をじっとりと寒くしてくる。もう、人をはばかる自制心すらなくなった。今度は、ひさしをめがけて石を放った。続けざまにいくつか投げた。すると、 築地の裏戸がそっとなった。紛れもない人影である。万野は自分の恋人でも見たように走り寄って、半円様恨みで胸が詰まった。その人は黒い布を頭からかぶっていた、あのように物を言わない、絶えず何者かに追われるように、また何者かを追うように、足を早めて彼女の先を歩いて行く。3。暁を惜しむまで話しても語りつきないものと人は言うけれど、二人の場合はそうでなかった。会えば。 相見た満足だけでいっぱいになってしまった。万のが気を利かしていなくなっても同じである。何の話をするということもなく、もちろん人をともしては、癌のものに気づかれる恐れがあるから、明かりもないな宿のとばりをうつろにしては、瞳の下近く発進したまま、夜半の冷たいものが、じっとりと、五つごものもと、ほろの袖に重たくなるのも忘れ果てて、宗子の胸のときめきを、お互いに、ただじっと聞き合っているに過ぎない二人なのであった。あなたは、春が好きですか それとも秋がお好きですか。書は何を読みますか古今の中では、誰を好みます万葉のうちでは、どの歌を愛称されますかなどと、他愛のない話をするのさえも、何か息切れを覚えて、痛いほど心臓が詰まって、乾いた唇は、思うように息もできない。ことに、姫は、うつぬいたきりと言って、良いほど、顔を斜めにうつぶせている。どうかして、その黒髪を、そっと風が越えてくると。 乱者の香りなのかキャラなのか、繁炎はまばゆいを覚えそうになった。加古川のさやのささやきが、臆病な耳元であざけるように聞こえる。まざまざと、欺瞞の包囲に包まれた重心の層を、自身の中に発見する、万葉の話も、春秋の噂も、実は上の空なのだった。勇猛で、野生な血液が激しい抗争を起こして、本能を主張する、いかなる生計も、地位の社会も無視してかかる、猛悪な精神が、彼の前例を延々と証拠のだった。 しかし、半円その人の外表は、水そのもののような冷たい層をしていた。滞在している愛人の細かな神経をもってしても、彼の内部を針の目ほども覗くことはできない。また、決して許そうともしない半円なのである。鉄で作られた虚偽の箱のように、半円の膝はいつまでも、しびれを知らずに真四角なのである。そして、彼は、ついに、その虚偽を生まれながらに生みつけられている人間であったという、今更追いつかない旦涙に、 サンサンと魂を濡らして、そこに恋人のあることも忘れ果てる。とこうする間に、ニワトリの声が聞こえてくる。万野は、自分の寝屋のつまどをそっと押して、別れ方か,かろう二人に、別れを促しに来るのであったが、そこへ来てみると、初めのままの位置に、初めのままの出いを固くして黙り合っている二人なので、自分が安楽心をして、一方を誘ってきたのは、一体、何のためかと歯がゆくもなり、イライラと思うのでもあったが、夜がしらみかけては、一大事をかもす恐れがあると。 姫に代わって次に来る夜の現地を取って、そっと壺の内を抜けて、裏門の戸を開け、無遊病者のような黒い人影を見送るのだった。すると、そういう幾度かの事実をいつの間に知っていたものか、あるいは、偶然、その晩に限って、運悪くぶつかったものか、半円の後ろをしばらく置けてきた夜固めの経理が、こら大活を浴びせておいて、不意に後ろからくみついた。白の裂ける音がピッとなった。経理は、方位の片袖だけを掴んで、前へのめっている。 恐ろしく早い強音は、もう、闇の内へ遠く隠れていた。4、待て、待たんか、経理は、いまいましげにわめいて追い続けていく。けれど、4、五兆もかけると、彼自身がそうしてまで捕らえるほどのものかどうかを疑って、舌打ちを流した。盗賊ではないらしい、また、苦行の女部屋へ忍んだ女凡相だろう、そんなものを捕まえていた日には、限りがない、経理は、額の汗を、手につかみ忘れている、包囲の肩袖でこすった。 そして、汚いものでも投げ打つように、傍らの流れへ向かって捨てようとしたが、すぐ、その崖の上から、すさまじい滝水のようになって落ちる琵琶の音に気がついて、誰だ、今頃そんなところで、と仰向いてどなった。しかし、琵琶の主は、答えようはずもない、その音を聞けば分かるように、身も魂も、四弦の中に打ち込んでいて、虚空の音が彼か、彼が虚空の音か、その差別をつけることは、至難であるほどな存在であった。ははあ 例の峰闇法師が、また一人稽古をしているのだな。あいつも変わり者だ。銭を与えても、嫌だと言えば、どんな目に合わせても引かないし、そうかと思うと、誰も聞いていない真夜中の山に入って、あの通り、一人で弾いて、一人で夜を明かしていたがる何の罪とかもある前に、ケ理リは、その琵琶の音のあまりに楽しげなのが、妬ましくでもなったか、大いと声を上げて再三呼ばわるのに、一向答えがないので、石を拾って、松林の丘を見上げながら放り投げた。 ちょうど一曲を引き終わったところであると見え、石が届くとしばらくして、街がやんで、今度は丘の上から。誰だ、つまらないいたずらをするやつは。かがり屋の経理だ。経理ならなおよろしくない。何がゆえに、この奉仕の琵琶を乙女めなされますか。人家に近いところでもあるなら悪かろうが。血と尋ねることがあるから、再三呼んでいるのに、返事をせぬから、石を投げたのだ。その丘へ、今しがた。 一人の僧侶が逃げ込んではいかなかったか。なった人に物を聞くのに石を投げて聞くという作法がありましょうか。そんなものは、このおへは上がってまいりません。それなら良いが、経理は歩みかけたがまた、おいほうあみ。お前は、先ごろ、月輪校のご宴に招かれたそうだが、あの間には、美しい女がたくさんいるだろうな。待てよ、そう尋ねても、盲人ではわかるまい。無駄事ばかりする番だ、よし。 月き向の株のものを叩き起こして、将来を戒しめておいてやろう。もし、おけえり、つまらないことに、おせっかいはおよしなさい。戒しめたからとて、この世に忍び、男と、忍び男を待つ女性が尽きるはずはございません。堕落葬が、堕落葬をかばっている。おお、夜が明けるぞ。もう明けますか。ああ、そういえば少し疲れた。私は、これから、楽々と、無我の眠りに遊べるが、人間に与えられた。 この間むすらできずに、悶々と、今日の空の下によされて暮らす人もあろう。そうだ、黒谷の法然上人のご工事を思い出した。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏丘の上の破れ果てた御堂の淵に、彼が、やすやすと木の葉虫のように、ごろりと横になった頃、一方の経理は、月輪課の裏門の戸をどんどんと叩いていた。五、おとといも昨日もまた今日も、商工院の人々は、死の房の姿を見なかった。 針ほどの光もいむように、一室へ閉じこもった霧の半円は、その中から、鋭い声で言ったのである。誰も、ここへ参ってはならぬ。私の許さぬうちに入ってきてはなりません、傍観の木端民部は、捨てておかれないというように、生前房や革命と、膝組みになって、憂いの内ゆを寄せ、以下を迎えて、見ていただいてはと、短足に言う。お怒りになろう2人は、首を振った。この身に、いや,や、薬師はと、先頃もきついお顔でおっしゃっしゃられた。 我々には押し量られぬご機質なのじゃ。また、そのご機質でぶつかったものを解くなり、うなずくなり、打ち砕くなりしてしまわぬうちは、良い加減にご自身をなだめて、生きて羽織られぬお方なのだ。心配になることはご同様だが、まあ、もうしばらくなされるままにしてみているより、ほかあるまい、誰よりも、幼少から、死の房の性質を知っている、生前坊が言う言葉なので、それに従うほかはないと、民部も革命も黙ってしまう。民部は、死の房に代わって、事務の一切を見ておるので。 それれれに心を取ららてて落ち着いてもいもなかった革命の法は楽天的なところがあって、そうだとも、我らよりは深い資料で遊ばすことだ。つまらぬ憂いは、かえって、五四年の横島しげになるすると、黄昏の錆としたもの静かな空気が、がらんの高い天井からおしるように降りてきて、若造が内陣の釣り灯籠に火を配りかけた頃であった。まだほの白い包丁の庭面に当たって、何か、大きな物音がしたのである。 続いて、生前坊の名を呼ぶ声がする、幾度も続けざまにする、紛れもなく、死のふさの声だった。はい、はい、生前坊は何事かと思いつつかけていた。一室の戸は開いているが、半円の姿は見えない。ふと見ると、その半円は庭に立っていた、足元には、ちょうど、凶あたりがいっぱいに開いていたと、見える白磁の壺のボタンが、その壺ぐるみ庭石に投げ打たれて、みじんに砕けているのだった。あ、どうなされました。 生前か、半円の声は静かだった、壺とボタンをみじんに砕いた人とは見えない、夕明かりの下に立って、すごいほど青白く、その顔は見えたけれど、雲の切れ間を見つけて、一縷の光を投げかけているような眉にも見える。わしの部屋の隅に、竹の杖があろう。杖ですか。そうだ、苦行のたびに、この身とともに、幾とせも歩いたあの竹杖。それを持って庭へ降りてくれ。どうなさるのですか、言われるまま、杖を持ってくると。 半円は大地に座っていた。ひざまずいて差し出すと、半円は、その杖を生前棒に持たせて、首を垂れていった。生前棒恩義を仏だと思いまいらすゆえ、恩義は仮に仏だとなれ。わしは、仏師にあるまじい心病にとり、疲れ恥ずかしい迷路を幾日も踏み迷うていた、おかさねど、すでに、心は、汚れ剤を犯したに等しい。打ってくれい。その竹杖で打たれたら、過去の苦行がよみがえってこよう。 皮肉の破れるまで撃て、わしを死と思わず撃て、仏陀のお怒りをその杖に込めて。霧の扉。1。あらゆるものを断ち切って、まっしぐらに歩み出した闇であった。半円は、4。5丁ほどかけてから、商工院の方を振り返った。門のくぐり戸を開けて、その前に立って見送っていた、生前坊の姿もすでに見えない、しきりと天地の石箔をかけり立てる暗い風があるばかりだった。白い子ぬか星は、 夕明けにに近いい空を一面に占めていた。許せ、お前にも苦労ばかりかける。詫びないでいられないものが、半円の胸を突き上げてくる。まだ荘門に入らない幼少の頃から、危機を共にしてきた生前坊には、骨肉以上な恩愛をさえ抱いているのに、その生前坊に対しては、帰り見てみると、ほとんど、安心というものを与えたいとまがなかった。彼は、何か、自分の、こういう不気な性格の人間に、 常識的なな支えをしててくれれれるるたためにに生まれてきたような男に思われる自分のために彼を犠牲にしてきたことが実に多かったことを半円はしみじみと今ここで感じるしかし決してわしはそれを無駄にはしないぞ手のひらを合わせて言う心持ちになるのであった同時に少年院の僧侶に対してもそこにいる弟の神宮にもまた世を逃れて竹林の奥深くに一切を断っている養父の関心に対しても等しく。 心からな謝罪の念が湧いてこずにはいない。あとでは、定めし、不浄者と大思いになりましょうが、犯人はも、一度自分をかじち直してまいります。決して、破れて逃れるのではありません。世兵を恐れて隠れるのでもございません。また、罪の発覚を知って、姿を消す次第でもないのです。ただ、この一心一命を報じて、も一度、大蔵の闇へ閉じこもって、御仏の膝元へかっことすがりつきたいのです。お許しください。しばらくの間、 この夜半過ぎに証拠員を捨てて、その伊豆こへ走ろうとするのか、半円の身には、すでに証拠員門跡の的う綾の包囲や禁断は一切ついていなかった、一かさ一つへの寒々とした運水の姿であった。そうして、証拠員を捨てて出た彼の心は、生前亡だけには、言い残してきた。彼には、すべての秘密も打ち明けて、また、後々のことも頼んで。木畑民部と革命には、遺書を認めておいてきたのである。どんなに、彼らは後で驚くだろう。 悲しむだろうしかし、そういう目前の感情は、半円の、今の大きな覚悟の前には、あまりに小さい問題だ、もっともっと大きなものすら踏み越えてゆく決心なのだ、めめしくては、これからの万難の一つも越えられまいと、自身を叱って、自身の心を固くよろう。そうだ、夜の明けない間に歩み出そうとすると、彼の包囲の裾を引くものがあった、大きな黒い犬である。シ・ハンは追い払ってがけた。犬は、 寝静まっている世間へ告げるように吠え立てる。彼は犬の声にすら追われるような気持ちがした。まだ暗いカモの背に沿って、彼は足の続く限り急いだ。幸いにも、今日の町では誰にもとがめられなかった。そして、やがて息をあえいて登っていくのは永山のふもとだった。彼の心には、常にこの山があった。この山は、半円にとって心の故郷なのである。2 詐欺のように風に吹かれて佇たずんでいる二人の女性があった。雲母坂の上り口なのである。ここから先は、女人の足を一歩も許さない清地の結界とされているのだ。千年杉のうっそうと包んでいる塔だけども、白々じらと夜明けの光に濡れていた。姫様、お寒くはございませぬか。自分のかぶっているカズを、一方の女性へ羽織ってやろうとする。これを拒んでいるのは、上、茂の弦に変えて、月、 第3水準1の91の26、傘に顔を隠している姫と呼ばれた人であった。年晴れも裏若いし、足元や体つきまでが、いかにも、こんなところの荒い風には、慣れぬらしい、たおやかな姿なのである。いいえと、かすかに言う。そなたも、寒かろうに。何の私などは、どこの女性で、どういう身分のものなのであろうか。今ごろ、まだ夜もしらみかけたばかりなのに、里から登ってきたとは思われぬし、なおのこと。 上から降りてきたのではあるまい。思うに、この若い二人は、夕べ、すぐ、そこの赤山明神の拝殿にでも、一夜のうろをしのいだにそういない。シ名ヶ岳の壁には、まだ、残雪のひだが白く描かれているが、この辺りでは、もう寒いというには足らない春のことである。その証拠には、あちらこちらの沢や谷で、うぬいすの帝政がしぬいている。二人の肌に限ってそう寒いのは、よもすガと島をてぬ拝殿の縁の,の端で、山風にさらされていたために違いない。 それにしても、誰を待つのか、ふもとからここへかかる人を待ち受けているものらしく、一方の召使いらしい女は、絶えず目を配ったり、うち、しおれた姫を励ましたり、その気遣いというものは、並大抵な侍女のよくすることではなかった。あっ、姫様ふもとの方を眺めていたその女が、突然、こう大げさなくらいに言ったのは、待ちかねていたその人の影がやがて認められてきたのであろう。バタバタと、姫のそばへ走り戻って、ご覧遊ばせ、確かに。 あのお方でございまするたもとを引いて、指さすのであったが、そう聞くと、姫は、にわかに自分を顧みて、無表情なうちにも、ありありと、老害の色を示して、人違いではありませんか、と言うと一方の女は、いいえ、なんでこの私が、と、自信を込めて言う。まもなく低いうねり道を回ってくる、その人なるものの姿が見えた。何か、一年に、頭経の訂正を口に含んで、脇目も振らずに登ってくるのだった。 近づいてみれば、冬に汚れた小傘に、小方位を身にまとった霧の半円小僧図だった。証陰門問後の栄意と、あらゆる一心につきまとう者を、この暁型限り山下に振り捨てて、愚法の一堂をまっしぐらに杖ついて、心の故郷である永山に登ってきた彼なのである。そこに、二人の女性が自分を待っていることすら目に映らなかった。すたすたと前を通りかけたのである。姫は、その姿を見ると、はっと胸を打たれてしまった。 胸に詰まるいっぱいの涙と羞恥ましさに木陰へ隠れてしまうのである。次女は、それをはがゆがるように、自分だけ走り出して、半円様と、彼の前に立った。あっ、杖をすくめて立ち止まった網代の傘は、かすかに打ち震えた。三、あなたは万の殿ですが、しばらくしてから、半円の低く漏らした声であった。びっくりなさいましたでしょう。驚きました、ありのままに半円は言った。木陰には、 姫のの姿までで見えるのであるあどうして自分の塔だけを知ったのであろうか傘に潜めていた彼の面はそれを取れば老害にかき乱されていたに違いなかった昨日、猿を人からふと大乗員へおこもりのよしをちらと伺いましたそういう人があるはずはない自分の心の内で一人で決めたことだそれを打ち明けた生前坊にしてもつい昨日話したことである月輪へまで それが伝わるわけはなかった。ご不信でございましょう。実はそれを教えてくれたのは、いつかの琵琶法師でございます。私と姫様とがあまりに痛ましいと言って、こう申しました。それほど、半円ごぼうに会いたいならば、これから英山の上り口の和歌山明神に参老なされ、この二三日のうちには、必ず半円ごぼうが、そこを通るにそういないとおっしゃっしゃいました。あの加古川の鞘が、そう申しましたか。 あの奉仕は恐ろしい目をきじゃ。その峰屋みの言うには、おそらく、半縁お坊の行く道は一つしかあるまい。それは永山だ。きっと永山へ登ると、信念を持って言いました。で、お姫様と心を決めて、お待ち申していたのでございます。私たちも、再びお館へは帰れませぬ。また、世間の伊豆こへも戻る家はございませぬ。どうか、不憫とおぼしめすならば、お姫様を連れて、小山へ登ってくださいまし。 おすがり申ししのは、膝を折って泣き伏した。姫も木陰で泣いているのである。女の掴んでいる強い力が半円の足を大地へ釘で打ったようにしてしまった。倉国登山鬼とが一度に駆け荒らした。ここまでは長命を持ちこたえて聖域へよじ登る一心に何者の障害もあらじと思い固めてきた決心も、一旦心の底に響きを上げて、毎日のような陥没を見てしまうと、もうそこに。 藁一本の信念も見出せなかった。彼も許されるならば、万野と一緒に膝をついて泣いてしまいたい。いや、死ねるものなら、死んだ方がはるかに良いとすら思うのであった。もう、おかんにも、あのことが知れたのでございます。世間も、うすうす知ったかもわかりません。姫様は、髪を下ろしても、共にと、仰せられますし、万野の立場は、苦しいものに違いなかった。いずれやがてはと覚悟していたことが、 あまりに早く足元へ迫ってきたのだ。自分の行為から起こったこの問題のために苦しんでいる姫と何の都を残して、自分の身が山へ隠れて安心が得られるものだろうか。彼の道徳は自分に対して強く責めずにいられなかった。と言って、この聖域へ女人を連れて登るなどということは、思いもよらない望みである。永山の高根は、愚かなこと、この雲母坂から、先は一歩でも女人の踏み入ることは許されない。 天王もおかしえない千年来の掟きとして、厳然たる俗界との境がここに置かれてある。4、姫を連れて、どうか帰ってください自分を石のごとくして、半円は、そういうよりほかなかった。頼むよりほかになかった。十分に、自己の罪と責めは感じながらもである。しかし、万野は、姫を後ろに置いて、容易にそれに従おうとはしなかった。きっとそうおっしゃっしゃることと前から、存じて羽織りました。 けれど、姫様のおかれんらしいを覚悟をどういたしましょう。姫様は、もう、心の底に、黙って、死をも誓かっていらっしゃいます。あなたのお言葉は、そのお方に死ねとおっしゃっしゃるのも同じでございまする。半円には、一語も返す言葉がなかった。それまでに心が座っているものかと、今さら、女性の一途な心の構えに驚きを覚えるとともに、自分の成したことに対する責めの重さを感じるばかりだった。このお山が、伝行大師の御解散以来、 六里四方、女人金星ということも、よう存じておりまする。けれど、釈尊は、木蓮尊者の女弟子の蓮華色と申す美国に、お前こそ、真の仏道を歩んだものだとおっしゃっしゃったという話があるではございませんか。法華経には、女人は秘打つなりとございますが、女には御仏にすがる恵みはないのでしょうか。そんなことは、あるまいと思います。女でも人であるからには、と、万野は、上りをもって迫るのだった。そして、 姫にもここへ来て、ガンナ半円の心を動かせと進めるように姫の方を見たが、姫は知恵が寄付しているのみである。わかります、その通りに違いないのです。けれど、半円は膝を折って、万のと姫の二人へ言うのだった。いつの間にか前例を打ち込めていた自分の声に気がつく。それは、死ぬか生きるかのように必死なものであった。よく落ち着いて聞いてください、このお山は仏法の道場なのです。 一の解釈ででを破ることはできませんそれを矛盾と言いましょうが、伝業以来の先人が定め置かれた大砲であって、この後、何人かが、それは間違っているという真理をつかみ、その真理を大衆に認めさせない限りは、どうにもならないおきてです。それを申して、姫と共に山へ登るとしましょうか。いたずらに、一山を草上に落とし、世の罵りと物笑いを受けるに過ぎず、私は、ともあれ、姫の恩みは、ただみだらない一女性のはしたない行為としか言われますまい。 さらに、オフ君は、もとより、少年院の僧侶、一族の方々のお困りも必然です。それも、これも、みんな、この繁栄が罪と思えばこそ、私は、死以上の決意をもって、罪の償いに、この山へ参ったのです。どうか、私にそれをさせてください。無限の暗黒へ落ちてゆくか、大眼を貫かれるか、この一心を、人間抑性のために捧げてしまいたいのです。姫を一人に捧げきれない私となっているのです。 それを無情と呼ばば呼べです玉日様おかえりなさい、おさらばですこの人に、こんな厳しいものがあったのか、こんな冷たい声も持っていたのか、しのような、岩わのような、なんという人間味のないせ国だろう、まんのは涙も出なくなった。